皆さんこんばんは、工場団の河野です。今日は、いつもはね、榎本先生には、オンラインで参加してもらうんですけども、今日はなぜか、京都にいらっしゃるということで、スタジオから、お届けしております。先生どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、とはいえ、定期ライブなので、ゆるい話題をいつものようにお届けしていこうと、思うんですけども、まあ、早速、帝国に、集まってきてくださっている方がいるので、マージャさん、こんばんは、今日もよろしくお願いいたしますということで、まだ昨日もあったんですけど、そうだ昨日も伊豆島で会ってるんですけども、今日もよろしくお願いします。としのぶさんは、声聞ける段階ではないですがということで、まだ後でアーカイブで見ていただければと思います。で、トップローさんは昨日、後で話しますけれども、昨日やった伊豆島の戦い、ツアーの、まあ、幹事を務めてくださったんで、ありがとうございました。今日もよろしくお願いします。で、アクシアさんも、今日もよろしくお願いします。ということで、あ、リュウジさんも、今日はなんか、帝国にたくさん集まってきてくれて嬉しいですね。ありがとうございます。じゃあ、早速ですけれども、今日の、メニューをですね、紹介していこうと思うんですが、こんな感じの内容を、お届けしようと。毎回のことなんですけども、たくさんちょっと、ネタがあってですね。で、僕も、今日、広島から帰ってきたのもあって、バタバタしてるので、結局、工場団の使い方は今月もちょっと延期で、また来月に持ち越しに、させてもらったんですけども。今日、この辺の内容で喋っていこうと思うんですが、まずね、この一番上の話からしようと思うんですけども、さっきお話ししたように、昨日の朝、午前中ですね、広島県の、厳島に、行ってですね、で、そこで、総勢、9人だったかな、ガイドさん入れて10人かな。で、厳島の戦いの、ゆかりの地を巡るみたいな感じの、ツアーを、やってまいりました。ちょっとその時の、写真も、用意してるので、ちょっと紹介しようかと思うんです。こういう、集合写真ですね。これが、真ん中に写ってるのが、黄色いシャツ着てくれてるのが、さっき、書いてくれたトップローさん、今回の幹事ですね。あ、はい。妖怪さん。で、その横にいるのがガイドの方なんですけれども、はい、で、このメンツで、僕は後ろで一人だけ背が非常に高い人が僕なんですけども、はい、このメンバーで。で、妖怪山で写真を撮ってるんで、いかんせん、その前回の姫路城と違って、この、天気もね、雨降ったってもあるんですけど、今回は、映える場所がなくてですね。あ、そうなんですか。だから、妖怪山、宮、大城とか宮の大城っていう、城跡なんですけども、宮の大城っていう石碑があるわけでもなく、もう本当に、で、昔は、宮大城っていう案内板は、ふもとにあったんですけど、なんか今もうそれなくなってて、で、なんか、ガイドさんにも聞いたんですけど、それっぽいものって、この、後ろに映ってる妖怪さんっていう、この木の、そうなんだ。あれしかなくて、で、しょうがなしに、ここで、写真を撮ったっていう次第なんですけど、なんか晴れてたとしても、多分ここで撮るしかなかったっていう感じで、で、天気が良ければね、厳島神社で、撮れば、いいかなと思ってたら、天気が、良くなかったのに加えて、昨日はなんかね、清盛公祭りかなんかのお祭りの日で、で、それもあってだと思うんですけど、めちゃくちゃお客さんがいてですね、で、厳島神社に行列がすごくできて、あそこに全くもう入るのは、並ぶのは諦めたぐらい行列ができてたので、写真も撮れずっていう感じで、ここで撮ったんですけど、で、今回ツアーはね、本当にガイドの方に案内してもらったので、僕2回目なんですけど、前回は本当に宮大城のさっきの城跡を見て、で、厳島神社を見て、で、大鳥居もね、干潮の時に歩いて行ってみたいなことをしただけだったんですけど、今回は、
まあ、ガイドの方が、こう、結構いろんなところを、まあ、連れてってくれてですね。で、これがちょうど、向こうに見えてるこの木が、こう、生えてる右側の、右横の部分が、さっきの宮之城のあたりなんですけど、はいはいはい、で、今僕らが、この、いるところっていうのが、まあ、末軍の、まあ、陣取った場所の一つ。末原方自体は、まあ、今、五重塔があるところにね、はい、まあ、東農家っていう場所に、本陣を置いたんですけども、うんうん、当然本陣のみではないので、まあ、いろんな、まあ、家臣たちのね、軍勢がいろんな周囲をこう、まあ、固めていたうちの一つがここだと言われてるんですけど、これ本当に、まあ、東農家自体も目と鼻の先なんですけど、こういうなんか、まあ、末型から見れば、まあ、逆もしかりなんですけど、もう丸見えの状況下で、まあ、戦ってたっていうのがよくわかる。まあ、そういうところを、こう、いろいろと連れて行ってもらえたので、うん、まあ、やっぱガイドツアーは、まあ、面白いなというかね、その、普通に一人で行くのと違うところを、まあ、見れるのといいなと、思いました。これが、千畳敷っていう、この辺ちょっと雨がすごいので、写真にも雨が降ってるんですけど、一番ここの頃が激しかった気がするな、雨はね。一瞬やんでる時間帯もあったんですけど、で、ここは、厳島の戦いには全く関係なくて、むしろその後に秀吉が、安国寺衛慶に命じて作らせたみたいな、建物なんですね。で、ただ、秀吉が亡くなって、たんで工事が途中で、止まって、で、まあ今もそのまま、あ、そうなんだ、残ってるっていう、で、まあ家康がその壊せっていう、まあ、命令をまあ出さなかったっていうのも、まあまあ歩行中の幸いというかですね。で、まあすごいでかいんですよ。で、実際にはここにお坊さんが集まって、まあなんかそういう、まあ、儀式とかするための場所としてなんか用意しようとしてたらしいんですけど、うん、瓦も、まあ、金箔瓦、まあ、これは修理した後の、瓦らしいんですけども、金箔瓦だったり、まあ、いかにもその桃山様式というか、うん、まあ、そういう感じの建物でしたね。今これ100円で入れるんですけど、完成してたら、そのガイドさんと喋ってたんですけど、うん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 、完成してたら100円で入れなかっただろうね、みたいな。そうね、うんうん。もっとお金取らなきゃいけなかっただろうね、うん、みたいな話を。だって、すごい立派ですよね。めちゃくちゃ立派でした。うん、で、これが、今、厳島の戦いに関してのその研究っていうのは、広島大学の秋山先生とかが所属されてるんですけど、まあ、その、まあ、根拠になってる、まあ、一番その信用度の高い資料っていうのが、棚森房明っていう人が書いた覚書なんですね。その棚森さんの家があった場所なんです。で、そういう、まあ、一応ちゃんと案内板も出てるんですけど、普通に、これ、厳島神社よりもさらに、島の奥に、フェリー乗り場と反対側になるので、普通に観光に行ってたら、多分ここまで、僕も行かなかったので、行かないと思うんですけど、はい、まあ、こういうところにもちゃんと連れて行ってもらえてですね。まあ、良かったですね。ここからちょっと福山城の話で、ね、また後に行きましょうかね。うん、まあ、なんで、こういう感じの、内容の、まあ、ツアーをやってきたんですけど。そのガイドの人と勉強してるから、いいですよね、お願いするとね。はい。で、まあ、ガイドさんはやっぱり、まあ、どうしても当たり外れがあるというか、その得意分野がね、いろいろあったりするので、で、まあ、今回も、やっぱその、まあ、いわゆる宮島の観光協会を通じて、もうお願いをする際に、どうしても、やっぱり宮島の、まあ、厳島神社に行く人が、まあ、99% なので、ガイドさんも、わざわざこんなところまで行く人いないって言ってたぐらいなんで、やっぱもう 99% は厳島神社だし、うん、で、まあ、要するに清盛の話が、ガイドとして案内するのも、中心になっちゃうので、まあ、厳島の戦いについて、あるいは毛利元就について、話せる人も少ないし、うん、話すこと自体も、まあ、求められることはね、ほぼないっていうことをおっしゃってたんですけど、今回大月さんという方にお願いしたんですけど、まあすごく勉強もされてたし、良かったです。
事前に、僕が予習をして、まあ、いろいろその通説の、なんか嘘みたいな話を、はい、資料語りで共有したんですけど、あの辺のことはもう一通り、なんかもうちゃんと、ご本人も、ちゃんと勉強して、されたので、だから、やっぱり、僕らの方が詳しかったらガイドを頼む意味がないみたいなところあるので、うん、まあ、それこそ二条城でね、なんかその、ウグイス張りの廊下を、なんか忍者がこう侵入した時に分かるようにみたいなことされたら、萎えるじゃないですか。うんうん、そんなことないよって、なんかその、ツッコミだらけのガイドをされると萎えるんですけど、うん、まあ、そんなこともなく、うん、まあ、前に現場城に行った時もそうだったんですけど、もう今回も、まあ、当たりのガイドというかですね、すごく勉強されてるガイドの方だったので、良かったですね。まあ、トップロードさんが今、工場団のツアーらしいツアーって。まあ、天気はね、ちょっと雨だったんですけど、でもそれでも本当に、濃い、内容のツアーをやれたので。その、じゃ行ったところって、そのツアーガイドの方が全部決めてますか？そうですね。トップロードさんと、ツアーのそのガイドの方と、うん、話をしてくれて、で、コースは決めてくれたんで、はい、僕はそこ全然ノータッチなんですけど、すごくいい。拝見してすごくいいところ行かれた。いいところですね。もう全然、その、普通に行ったらお金とかばっかりだね。普通に個人で行ってたら、まず行かないよ、はい、要するになんか生活道路みたいなところを、こう行く感じなので、もともと伊豆島そんなに広くないんだけど、うん、とはいえもうフェリー乗り場から、伊豆島神社の、はい、ところまで、まあほぼ、なんていうか一本道というか、商店街を通るか、うん、海側を通るかぐらいのルートしかなくて、うんうんうん、まあみんなそこで、人の流れがそうだから、みんなそこついて行っちゃうんだけど、まあ、僕らはもう全く、はい、関係ない。山側をずっと、歩いた感じなので、すごく面白かったです。また、レポートは、近いうちに、書こうと思っております。まあ、その間にも、ちょっと続々と、入ってきてくださったので、ごこさん、いつもありがとうございます。こんばんは。キャミさんさんも、いつもありがとうございます。タナトスさんも来てくれてますね。はい。うん、な感じですね。で、あとは、そっか、ニュースと、で、この最近やった話をちょっとしておくと、イベントの参加履歴を、出せるようにしたので、これをやりましょうか。で、ちょっと画面がちっちゃいから、こっちだけ映そうかな。こういう、まあ、工場団で、まあ、いろんな、まあ、大総会はじめ、まあ、いろんなイベントをやってるんですけど、それに、参加した、人は、まして自分が過去どんなイベントに参加してきたかっていうのが、全部プロフィールで、どっから言うんですか？プロフィールか。うん、自分のプロフィールに。だから先生も多分、団員総会は参加してるので、うん、先生のプロフィールを見れば、団員総会、に参加した記録が出てるはずです。はいはい、で、まあ、こういう白旅とかも、まあ、こうやって始まっていったので、まあ、いろんなイベントがね、今後、うん、開催されるので、まあ、そういう意味でも、まあ、こういうのを、こう、いろいろ、見れるように。これだ、参加したイベントの一覧。うん。お、出てる出てる。お、すごいすごい。うん、出てます。めっちゃ参加してる。あ、そうそうそう。だから、そういうの出てる。あ、いいな、これ楽しい。あ、楽しい楽しい。うん。今後イベントが、まあ、増えていけばね。はいはい。増えていくほど、まあ、そこに、どんどん。そう、一緒に参加した人も出るんですね。これ楽しい。参加した人も出るんで。すごいすごい。楽しい楽しい。後から振り返ることも、いいですね。しやすくなる。ちゃんとイベント感想レポートにリンクを貼られてる。うん。そう。これめっちゃいい機能じゃないですか。ありがとうございます。あ、すごいすごい。ちゃんと見てます。今見ました。はい。あ、夏か。2020年の出資推定ると。あ、そうですね。先生、修水亭の勉強会とかもね、うん、参加されてたので。もう4年前 ?3 年半前か。そうですね。それぐらいに、なりますよね。あ、スタジオ編学会もやったわ。そうそうな、うん。おー、懐かしい。これいい機能ですね、これ。ありがとうございます。なんか参加者見えるのもいいですね。そう。で、やっぱり、
たくさん参加すればするほど、こうなんか、こう自分のプロフィールページが、こう、うん、賑やかになっていくっていうのが、うんうんうん、まあいいかなと思うので。あ、すごい、これ楽しい。で、全然、それ作るのは、難しくなくて、まあ要は、工場団のイベントの参加受付を、全部データベースに記録してるので、うんまあ、それを抽出するだけなんで、なんか、誰かがコメントで、すごく大変な、作業をされてみたいなその感謝の言葉を書いてくれたんだけど、でこれ作ったの自体多分1時間とか2時間とかで作れちゃうぐらいのものだったので、そんな大したことはしてないんですけど、うんうん、ただ今後どんどん勝手に充実していくというか、もうそういうページなのでいいかなと思っております。はい、でちょっとページが映ったので、で、次、ニュースのやつで、まずメタバースの話を今日しようかと思うんですが、今回もニュースもね、たくさんあったんですけど、で、まあ、どれにしようかなと思って、ちょっとこれを、ピックアップしたんですが、なんか NHK が取り上げてたんですけど、他のやつでも見た気がするんですけど、フォートナイトっていう、まあ、ゲームが、あって。はい。で、まあ、それの、その、まあ、舞台、ゲームの、まあ、フィールドですね。で、まあ、そこのフィールドに、なんか、和歌山城と和歌山市を、こう、なんか、再現したようなのを、作りましたよ、と。で、まあ、それを、まあ、ゲームで遊んだ、まあ、国内外の人が、まあ、和歌山市に、まあ、来てくれるといいね、みたいな、うん、まあ、そういう話です。で、だから、1億円、かかったみたいな話をしてて、まあ、なんかバス会社がね、なんかその、お金を出したみたいなことが書いてあったんですけど、まあ、景気のいい話というか、その、まあ、景気が悪いから、その、起死回生を、まあ、狙っての、話だとは思うんですけども、まあ、これがどう吉と出るかは、まあ、全く、こう橋にも棒にもかからないのか全くわからないんですけど、こういう取り組みが、まあ、今後もしかしたら増えるのかもしれないなというのはちょっと、まあ、これ大ヒットゲームですからね。そうですね、うん、で今はいいんですよ、こうやって話題になるから、はいはい、でこれが多分、まあ、うちもやりますでうちもやりますとなってきたらもう目新しさもなくなってくるので、こうやって、メディアも取り上げてくれなくなるし、で、遊んでる側も、また、なんかその、まあ、だんだん飽きてくるというか、慣れてきちゃうので、まあ、どこまでなんか持続的な、で、1億円かけて、で、3年後どうなってんですか、多分5年後どうなってんですかっていうのはちょっとわかんないんですけどね。うん。まあ、なるほど、逆にね、これ先行利益というか、初めてやるのは意味ですね。あ、そうですね。うん。だから逆に、もしこれが何にも効果が生まれないようだったらもう本当に、まあ、この手のやつにお金を使っても、まあ、見込みが薄いみたいな話にはなるかな。実際、これは別に松江氏はこう、強く言ってないんだけど、ストリートファイターの、背景に映ってたお城ってあれ松江城なんですよ。で、でも別に、だからといってみんな松江城に行かないじゃない。少なくともそういう話聞いたことがないので、だからそういうそのゲームの、まあ、舞台背景になるっていうのが、まあ、どこまでその直接、まあ、なんだ、聖地巡礼じゃないけど、うんうん、まあ、現地に足を運ぶ気になるのかっていうのはちょっとわからないので、まあ、逆にこういうのは、まあ、数年後にどうなってるのかをちゃんと追っかけたいなとは、思ってます。だからこういうことやろうって気持ちは僕は嬉しいですよね。そうですね。だからまあ、新しいことをやるっていうのはすごくいいと思うし、うん、まあこういうね、そのまあ、メタバースっていうのも、本当に3年後どうなってんのか、当たり前になってる可能性もあるし、でもうみんな飽きちゃって、誰もその喋ってないみたいなこともあるので、本当に賭けだと思うんですけど、こういうのにチャレンジするっていう、気持ちは応援したい。実はこっそりですね、東京都がやってたんですよ。メタバースで東京都へどう発信するコンビを。これうちの会社、こっそり出展してました。へぇー。それもだから1年前から始まってたんですけど、うん、準備がね。
一応参加してみようと思って、うん、あの、CD とか、CD とか使わない、本当にあの平面でってだけでできたんで、参加したんですけど、うん、こういうの参加してみるのが面白いかなと、うん。みんながやってないこと始めるのが楽しいなと思って、ね、うん。はい。で、もう一個の、ニュースが、あの、これを取り上げようと思うんですけども、まあそう、今回時間がなかったんで、あの、読み上げの、あれを作るのもできなかったんですけど、あの、これ琉球新報、まあこれも NHK とかいろんな局が取り上げてましたけど、まあ、亡くなってた、もうこの、あの、これ、なんて読むんだったっけな、おごえって読む。おごえ。この御所の号に後ろに絵と書いて、これ、おごえと読むんですけど、要するに、国王の肖像画ですね。大体あの、琉球絡みの、あの、うん、なんか本とか、うん、なんか展覧会とかって、この写真で写ってるような、この後ろにね、うん、いるこの、あの、肖像画が載ってることが多いと思うんですけど、はい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 、これをおごえと呼ぶらしいんですよ。で、このうちの、まあ何点かが、もう、まあ戦争の際に亡くなってて、うんうん、で、まあそれが、まあ今回アメリカで見つかりましたよと。で、アメリカはちゃんと、それを日本に返しますということらしいんですね。で、まあそういう、まあいいニュースではあるんですけども、うんうん、まあいいニュースというか、まあそうですね、もしかしたら、もし日本に、これ、まあ、盗まれたっていうこと自体は良くないんだけど、もし盗まれてなければ、首里城の、まあ、火災の際に一緒に焼けた可能性もなきにしもあらずなので、まあ、そういう意味でも、まあ、無事にね、こう、戻ってくるっていうのは、まあ、いいことかな、とは、思いますね。うんなんか13代の、国王と18代の国王の肖像画が見つかりましたよと。なんかいろいろね、記事を読んでると、この、まあ、持ってた人自体は、この沖縄戦に参加してないとかですね。だから、その誰かが持って帰って、それが、その、こう、アメリカの中でも、こう、なんか、譲ったり譲られたりみたいなこともなんかあったみたいで、ここ、経緯っていうのはまだよくわかってないらしいんだけど、まあ、ともあれ見つかったものを返しますっていう、この、まあ、話自体はいいことかなっていうことですね。うん。はい。こういうのも多分戻ってきたら、まあ、博物館とかで多分きっとまた展示して公開されるんじゃないかなとは思います。あ、ワルトリさんが来てくれてますね。こんばんは。ありがとうございます。っていう感じで、あ、そうだ。で、次の話が、福山城築城400年記念誌が当たりましたっていうので、ちょっとこれ、こういうのを今日は、これ、こういう、なんかね、昔の小学校だと、こういうのが、ありましたね。OHP。ありましたね。OHP。うん、まあ、それちょっと、あるので、こう。まあ、これが、400年記念誌で、抽選で、買えるっていうやつだったんですよ。で、まあ、僕も出したし、で、外れたら困るんで、実家の親にも、で、姪っ子にも、みんな、神戸一族で。そうそう。神戸一族、誰かが当たると思って、で、送ったら、僕も当たったし、なんか音も当たったし、メイクも当たったし、みたいな、一族で何冊持ってんだよっていう話になっちゃったんですけど、まぁ、ちょっと、うちは一冊だけでいいので、余った分は、まあ、第2総会のなんか、プレゼントにするかなんか、また、使い方考えようと思うんですけども、まあ、なかなか立派なものが、厚さもこれぐらいあるんで。そうそうね、すごい立派。はい。で、まあ、前半は、なんか、お城のね、このやつがこういろいろ載ってて、うん、まあ、後半はなんかイベントの、なんかこの、こういうイベントやりましたみたいな報告的なやつがあるんで、うんうん、多分まあ僕らが見るのはまあ前半かなとは思うんですけど、まあそれでもまあフルカラーの立派なものが届きました。あとこれすごい綺麗に映ってますね。そうですね。すごい初夏のカメラ。うん。初夏カメラっていうのは、うん、それこそ、まず初夏カメラってその、まあ解像度が低いのも多いんですけど、うん一番これがすごいのは、うん、映像をこう
取り込めることなんですよ。はいはいはい。普通は、こうスキャンするだけで、はいはい、こういう配信に使えるやつってほぼないんです。カメラって撮っていくイメージですよね。うん。だからスキャンは、もちろんこれもスキャンはできるんですけど、うん、このカメラは、スキャンだけじゃなくて、普通にカメラとして、はい、その動画を、うん、だからスキャンって基本写真じゃないですか。はいはい、静止画ですよね、うん。そうじゃなくて、その動画も流せるので、うん、まあこういうその第二カメラとして、使える。今見たらすごい綺麗な再現率でこっちとこっちを見てたら、うん、あ、すごいなと思って。そうなんですよ。すごい。はい。で、さっきちょっと、ちらっとお見せした、福山城の写真を。はい。これが、昨日泊まったホテルの、窓から見た、風景で。新幹線から近いお城という。はい。もう、徒歩1分のお城なんで。はい、で昨日、広島まで、まあ、朝行ってですね。で、まあ、昼過ぎにツアーが終わって、そこからみんなでご飯食べて、1時半ぐらいに解散したのかな。で、まあ僕らはちょっとそこから、見学しつつ、まあ一旦三原城に寄って、はいはい、三原城も、徒歩1分というか、うん、まあ、新幹線のホームの、はい、が、まあ、なんだろう、その本丸をぶった切ってる。そう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 。いわゆる、在来線の、なんかこの、コンコースから天守台に上がっていくみたいな、そんな感じだった。ほぼ駅にあるかもね。で、三原城で途中下車して、で、まあ、まあ、言ってもね、もう本当に、まあ、見るものって言ってもそんなに多くはないんですけど、まあ、一応見てですね。で、福山に行って、で、福山城の、まあ、すぐ隣にある、新しめのホテルに泊まったんですけど、うんうん、これはホテルの自分が泊まった部屋の窓から。いいですね、これ。すごいんですよ。ホテルが見えるとこんな綺麗。これは部屋からの。お、すごい。で、ベッセルインっていう、あ、ベッセルイン、はい。ホテルなんですけど、はいはいはい、宿泊するときに、はい、お城側かそうじゃない側を選べる。1000円ぐらい違うのかな、確か。はいはいはい、1000円ぐらい高くなるんですけど、お城側を選ぶと、まあ、こういうそのキャッスルビューの部屋を、これ8階だったかな。で、10階までありましたね。うんうん、で僕はまあ8階だったんですけど、でここから、で、まあ、珍しくですね、最近割とホテルって、こう窓が開かないじゃないですか。開かない、開かない。開かないになってます。危険だからね。危険だから。うん、でも、それいいことなのか分かんないんだけど、結構窓が開いてる、ね。暑いんだ。だから、うん、反射が一切ない写真を。普通。なるほど、こんな綺麗なんだ。うん。普通だから、反射しないように、こう、カーテンで自分と、なんていうの、カーテンと窓の間に入って撮れば、映り込みがほぼなくなるんで、まあ、そういう撮り方を普段はするんですけど、これはもう窓が開いたので、それ撮りました。で、すごい綺麗でしょ？めっちゃ綺麗。まあ、綺麗というか、本当に間に何もないから。もう本当に今ホテルどこもね、必ず窓開かない。うん。で、これがほら夜なんですよ。あ、めっちゃ綺麗。で、これが、着いた時で、これが夜の写真なんですけど、で、これ、今、高瀬さんも、来てくれてますね。で、ずっとしてんのかどうかわかんないんですけど、今ちょうど、お祭りの時期らしいので、で、ちょっと、なんていうの、この、ぼんぼりみたいなやつは、この、天守の下にね、こう、ついてるのが見えると思うんですけど、今月、来月の頭ぐらいまで、桜祭りをやってるので、それに合わせてのライトアップなのか、ずっと、継続的にやられてるのか、ちょっとわからないんですけど、まあ、とにかく、まあ、今はしてるので、すごく良かった、ね。綺麗ですね、白が生えてて。はい。で、としのぶさん、プールはわかんないです。プールがあんのかないのか全然わかんなかったです。昨日、さすがになんかめっちゃ疲れてたので、もうすぐ、寝たので、ほぼほぼ記憶がないぐらい。あ、山本さんも来てくれてますね。ありがとうございます。はい。いや、ほんとや、これね、すごく良かったですね。で、もうあと何枚か写真撮ったんですけど、あ、これが、ちょっと寄りのね、うん、これ全部 iPhone のカメラなんですけど、これが2倍のレンズで撮ったのかな。
で、これは今日朝、チェックアウトしてから、まあ、見てきた、うん。ちょっとね、まあ、雨は降ってなかったんですけど、まあ、もう絵に描いたような曇天で、あれでしたけど、まあ、リニューアルした、ね、綺麗な天守を、ね、綺麗ですよね。うん、見てきました。で、最近の一言には書いたんですけど、まあ、今日月曜日で、実は福山城は月曜日がお休みっていうことで、まあ、入れなくてですね。ただ僕が行って、こう写真撮ってる間にも、なんか20人ぐらいね、なんか来てたんですよ。うん、普通になんか、まあ今多分春休みだからってもあると思うんですけど、はい、子連れの家族も来てたし、なんか老夫婦も来てたし、外国人のなんか一人旅されてる方も来てた。まあ結構なんかいろんな人とすれ違ったんですけど、なんかもったいないなっていう、これだけすごくいいね、お城で、しかも、駅徒歩1分の好立地にあって、うん、まあだからいろいろね、まあだって二条城ですら、ちゃんと週1回休んでるので、まあ、本当に300、その年末年始しか休まないお城ってなると、多分全国でもそんなに多くはないと思うんですけど、まあちょっとね、また行かなきゃなっていう、ちょっと残念な、今日の福山城ではありましたね。これね、お城の昔からずっとこれも、いつかやろうと思いながら、やれてないのが、お城のページにね、今日はお休みですみたいなやつを。ああ、いいですね。うん。それ、結構ずっと3年ぐらい前から、作りたいなと思ってんだけど、臨時休業が結構あるので、そうですね。間違った情報を休んでんのに、休みの表示を出さないっていうのは、なんか、結果としてね、ご迷惑をかけることになるから、はい、そういうなんか情報の更新をどこまで正確に、100は無理だとしても 99.9% 正しいですって言えるようにするためにはどうすればいいかな。うんうん、まあもちろん、こういう休みがあるっていうお城って別にそんなに多くないんで、今、工場団にお城の数としては、その暫定登録も含めて4000以上登録してますけど、まあ、実際こういう建物があって、で、中にね、まあ、いわゆる有料で入るようなところしか、うん、その臨時休業は当然起きないので、なると多分まあ数百だと思うんですよね。うんうん、だからその数百を、まあ漏れなく、ほぼ漏れなくチェックできるような仕組みが作れると、まあなんか今日休みですとか明日休みなんで注意してくださいね、みたいなことができないかなっていうふうには、これね、僕は昔ね、東京に行った時に、江戸城に寄って帰ろうと思ったら、皇居東御苑って月曜と金曜休みなんですよ。金曜休みなんだ。うん。あ、そうなんだ。で、行って、あ、今日休みじゃんっていうのに、なんか2回ぐらい、あって、月曜日休みのところは割と多いんですよ。今先生が驚いたように、金曜も休みなんですよ。そうそうそう。結構そういうなんか、休みの情報を、まあ、当日とか前日とかにこう知れると、少なくとも現地に行く前に気づけるじゃない。うんうん、行ってから、ああ、今日休みだったっていう、この残念無念感ってなかなかすごいじゃない。うん、いや、あります、あります。なんかそこをなんかうまくやれないかな。タナトさんがなんか AI と連動できる。うん、まあそうですね。まあもう、今もみんな AI にこう期待すぎのところがあるんだけど、まあ僕はその一人なんだけど、とにかく AI が何とかしてくれないかな、みたいなことは、僕も思ってますけど。もう一個希望があって、その流れでいくと、うん、最終入場時間が表示されていいなと思って。ああ、そうですね。うん。それはね、ほぼほぼデータあるはずですね。ね、見ててあるじゃないですか。これがうまく出てくる。やっぱ結構夕方、たくさん後ろ回った時にギリギリで間に合わなかったりする。そうですね。ただこれね、ウェブの仕組みで難しいのが、うん、基本、ウェブって、こう、押した時に、こう、返ってくるでしょ、そのページが、はいはい。ページが表示された時間が、を取るのは簡単です、うんうん。でも、ずっと見てると、あるいは一回、スマホ閉まって、もう一回開いた時に、更新かけないと、あ、そういうことか。3時に表示したやつを1回スマホしまって、うんうんうん、4時にもう1回電源入れたときに、3時の情報が出ちゃうとまずいでしょ？4時の情報にしなきゃいけない。そうか、そうか。
ってなると、そのページを、こう、頻繁に、勝手に、こう、更新しないといけなくなるんで、それはそれでシステム的な負荷がかかるのと、うんうん、あとみんなの、その、いわゆるギガを食っちゃう。あ、勝手に通信かけることになるんで、それって、望まない人もいるじゃないですか。はいはいはい、結構ね、センシティブな話なんですよ。ちょっと僕一日にたくさんお城巡りたい人だったんで。うん。で、その辺の、なんか、うん、行動計画を立てる、うんうん、こう、なんかサポートとかね、うんうん、なんかそういうのは、おいおいこう用意していきたいなとは、うん、思ってます、ね。ちなみに僕だからお城行くときは事前に休みの日と時間調べて、うん、で、まあ、できれば武器足も行きたいから、うん、エクセルリストを作って、行く順に見て潰してってみたいなのに行ってます。うん、ああ、そうですね。だ、僕なんかはだいたい Google マップとかにこう全部入れて、うん、で、こう、で、まあ、所要時間とか移動の時間とかが、こうメモですることが多いんですけど、うんうん、で、まーちゃんさんが、まーちゃんさんはね、その、土曜日はなんか岩国に行ってたって言ってましたね。ああ、近代競技ですよね。うん。ライトアップしてたって言ってましたね。うんうんうん、で、くーちゃんさんが、夜のお城も、さっきの写真かな。うん。いいですね、お城。すごい綺麗、うん。いや、ね、まあ、リニューアルしたてだっていうのもあると思うんですけど、うん、まあ、姫路城もそうだったけど、うん、やっぱ城が綺麗なので、うん、はい、綺麗ですよ、うん。特にこっちの面って、全部、この反対側が黒い鉄板が張ってあるので、はい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 、黒い鉄板ね。うん、要するに、こっち側ですね。はいはいはい、これ北側だけ貼ってあるんで、うんうん、僕が泊まったのは、東側の、後ろから見ると東側のやるホテルなので、南面と東面が、映っていますね。うん、で、しのぶさん、夜のお城散策もいいですよね。明石城もライトアップしてたのかな？明石城もしライトアップしてなかったら、ただただ怖い、うん、公園になっちゃうんだけど、まあ、姫城は割と、姫城毎日ライトアップしてた気がする。すごくいいですよね、あれもね。熊本城も、夜毎日ライトアップしてたはずなんで、僕も行った時は、夜ずっと周りを歩きながら、それこそ加藤神社ぐらいまで歩いてですね、うん、ライトアップの写真も、撮るんですけど、あ、結構みんな休みに遭遇したっていう話が、あ、いや、もうこれ本当あるあるなんですよね。あるあるですよ。多分もうお城にたくさん行って、で、何回かに一回忘れ、その事前チェックをね、忘れちゃう。で、まあ、もしくは本当に臨時休業に当たっちゃったみたいなことも、まあ、あったりすると思うんですけど、まあ、こういうのが、ね、なかなかね、難しいところなんで、まあ、いかに、その、不幸を減らせるかっていうのも、まあ、なんか、システム的にというかね、そのサービスとして、まあ、できないかなっていうのは、もうずっと、考えて。で、昔はね、なんか、姫路城と松本城ぐらいしか僕は見てないんですけど、とにかくコロナ前は、入場の待ち時間とか出てたんですよ。そのディズニーランドとかみたいに。で、今、出てないのかな？ね、昔、その、姫路城と松本城で。姫路は今だけ、うん。やってますよね、うん。あ、やってる。で、うん、それを、こう、なんか自動で取り込んで、工場団の方でも、なんか出せないかな、とか、考えたりとか、いろいろね、そういうその、訪問する人にとって、ほんで、全部、じゃあ姫路城のサイト見に行けばわかるんだけど、工場団の姫路城のページを見て、またさらに姫路城のページを見てとか、あるいは松本城のページ見てとかって、行ったり来たり、こう何ページも開かなきゃいけないのって、まあ面倒じゃないですか。そうですね。だから、なるだけその工場団のページだけ見とけば、まあ休みかどうかとか、今の入場に何分くらい待たなきゃいけないかとか、まあそういう情報が全部まとまってるといいなっていうには。昔はね、ホームページでしたんですよ。あ、出てます、出てます。今ほら、店、城の入り口には表示されたけど。入り口じゃなくてなくて、うん、サイトに出た。多分今はもうないと思う。コロナの時に多分やめちゃったんだと思う。コロナ前は本当に外国人もたくさん来てたし、うん、もう毎日行列ができてたので、うん、そういう情報が出てたんですけど、はいはい、今は、うん、そうですね。多分僕のチェックした範囲だと、数年前にはなかった。あ、ないです。
はい。で、高橋さんが、会津若松と白川、そうですね、白川小峰城とかも、まあ、会津もそうか、白壁なんで、ライトアップは多分綺麗でしょうね。で、特にこれから桜の時期になると、福山城もそうなんですけど、桜がすごくたくさんあるんで、うん、すごく夜、夜桜が綺麗だと思います。福山の桜綺麗そうですよね、あんだけあるから。うん、まあ、津山城なんかもそうですけどね。津山綺麗ですよね。まあ、津山城の場合は、その建物もね、櫓しかないんで、天守はないんですけど、はい、やっぱお城は桜たくさん植えられているので、はい、まあ、当時はもちろんなかったんですけど、昭和以降にたくさん植えられているので、うん。スケジュールは木曜日がお休みでした。工場のベンチはちゃんと書いてあるけど。まあ、ちょいちょいありますよね。月曜以外はね、休みのことはね。うん。で、うん。やっぱ、この休みの、このなんか、失敗問題、失敗回避を、まあ、どうするかっていうのは、結構みんなでいろいろ、なんか、協力し合って、なんとか解決。あれもそうですよ。高橋さんの書いてる、雪国のところは、冬の、時間が最初短くなる。あ、そうなんですよ。だこれも、そもそも営業時間が短くなるパターンと、まあ、あと、冬の間を全部クローズっていうのが結構あってですね。で、東北の方だったら、まだ、想像というか頭が働くんだけど、事前にね、チェックしなきゃみたいな。うん、七尾城とかもそうなんですよ。七尾城とかも、12月とか1月とかから3月ぐらいまで冬季休館なんですよ。資料館がね。ほう。そうやって結構北陸とかでも、そういうところあるんで、そういうなんか、こう、事前に、まあみんな、旅行の計画立てる時に、工場団のページ結構みんな見てくれてるから、その時に、今行っても、資料館閉まってるから、行くんだったら春に行った方がいい。だから、今回の旅行じゃなくて、ゴールデンウィークの旅行に回した方がいいよ、みたいなことを、うん、こうなんか、へぇ、アドバイスできたらいいな、っていうふうに思って。七尾城閉まっちゃうんですか？うん。そうなんです。結構みんないろんな、なんか悲しい経験を、本当だ。してるみたい。12月から3月、昨日書いてある。へぇ。丸鳥さんは、今治城のライトアップ。今治城のライトアップ も超いいんですよ。はい。いいですよね。かがり火みたいな感じでね。はい、なんかまあ特に海城なんでね、はい。いいですよね。こう、堀にいい感じにこうね、うん、はい、オレンジの光が入って。いいと思います。うん。あれは本当に何度見てもいい。ライトアップですね。うん、ああ、そう、タナトスさんがね、雪取りたいけど、空いてないみたいなね。うん、確かに。うん、そう。で、雪だから別に閉めなきゃいけないはずないんですよ。もちろん光熱費をかかっちゃう。で、観光客が、雪以外のシーズンに比べると減るみたいなのが多分事情なんでしょうけど、まあ、逆にそれってなんか、こうやってね、雪景色撮りに行く人がたくさんいることを伝えることができたら、開けてくれることにつながるじゃないですか。うんうん、それこそ、じゃあ、まあなんか、日曜日だけとかさ、うん、なんか水曜日と日曜日だけ開けますとかさ、そういうふうに、こう、ちょっとずつでもね、もう丸ごと、12月から3月まで4ヶ月間休みますじゃなくて、まあ、この間は、何曜日と何曜日だけ開けますみたいな。段階的にこの、僕らのね、なんか行きたい人が行って、ちゃんとその資料館とかも見れるような、そういうなんか、お互いがウィンウィンになれるといいなとは思います。はいはいはい。あ、そうですね。キャミさんが書いてくれてるけど、武田城も、まあ、閉山。まあ、入れなくはないんじゃない？今、完全に封鎖されるのかな。僕はこの入場料がを取られるようになってから多分行ってないのでちょっと分かんないんです。昔はもう、そういうこと年中入り放題だったので閉山も山開きもなかったんですけど、正月にうちの親と姪っ子と行った時とかは本当にうちら以外誰もいないっていう
今だと想像もつかないようなそのガラガラの時期がありましたけどね。はい。ね、1月4日から2月末が入場できないそうです。うん、なるほど。ホームページみたいな。でもその入場できないのが、うん、どうやって封鎖してんのかな。いや、封鎖できてんのかな。うん、いや、通れるんですよ。うんうんうん、で、別になんかチェーンがあるわけでもゲートがあるわけでもないはずなので、今はあるのかももしかしたら知れ、わからないんですけど、昔は本当に何もなかったので、で、入り口も2、3箇所あったので、まあどっからでも入れたんですけど、もしかしたら今は、まあそうやって完全に、で、本当に立ち入り禁止になってるのかもしれないですけどね。うん。武田城は、まあ、滑りまくるっていう、まあ、そういう、うん、うん、まあ、実際は山なんでね。で、今途中までアスファルトで、舗装されてますけど、まあ、それはそれで、凍って滑るっていう、その危険があるので、まあ、なかなかね、その、まあ、冬の、まあ、山とかっていうのは、どうしても危険が伴うわけですけど、うん。意外とこのお休み、の話でちょっと長引いたんですけど、はい。でもそれもね、皆さん言ってるからでいいですよね。こういうなんか共感できる話って楽しい、うん。そうですね。僕だから途中がもう月曜日は絶対旅行を入れるに決めました。うん、でもなんかまあ先生もそうだと思うんですけど、僕なんかはその土日はその普通の人というかサラリーマンの方、土日が休みの方が旅行されるのにこうまあ。たかだか一人なんだけど、まあ、それでもなんかその混雑にプラス1するぐらいだったら、皆さんが働いてる時にこうずらしてね、はい、行った方が、まあ世の中のためになるかな、みたいな、その、自由が利く人ゆえのね、なんかその配慮というかさ、そういうので、なるだけ平日にこう旅行するようにするんですけど、まあ、それはそれで平日の人のことを考えてくれてないというか、割と厳しい、その土日にどうしても優先されてしまうところはあります、ね。今日はカオスに僕休みのところもあるんですよ。うん。下によって休みの日がね。うん、なんか難しいですね。結構下辺に。そうなんですよね。なんかちゃんと、計画を、だから例えば行きたい城を、こうなんか検索結果とかからこう、そういうことを、アマゾンでカートに入れるみたいな感じで、行きたいお城をこう入れていって、うん、で、そしたら、そのお城の休みの日とか、空いてる時間とかが、こう、まとめてね、見れるようになって、あるいはその地図でちゃんとこう、プロットされて、とかっていうのができれば、うんうん、なんかその、旅のしおりの、こう、ね、ライト版というか。そう、旅のしおりクリエイターみたいな感じで。そう。で、それぞれにこう、なんかメモとかを載せてるとか、で昔なんかそういうのを作ろうとしたことあったんですよ。はいはい、で、それをなんか PDF にした、はい、印刷できる。いいですね、それ。こうなんか他の人と共有できるようにしたりとか。それ面白そう。まあそのうち作るかもしれないですけどね。うんうんうん、一回とりあえず毎回困るのは、どんなネタで行くのかと時間と場所なんですよ。うん。それをいつも作るのが。そう。で、それこそ、なんか地元のタクシー会社の電話番号とかをみんな控えたりする、うん、個人的にね、控えたりもすると思うので、もうそういうのも全部、ウェブ、どうせ調べるのはネットで調べてるはずだから、うんうん、まとめてこう入れとけば、まあ一枚というか、その、こう、一つの資料で、必要な情報が揃うので、まあ、そういうのを、まあ、作れるようになると。まあそれは別に、ブックマーク取得でもいいし、なんか、まあ、画像で保存取得でもいいし、まあそうすれば、ね、旅先で困らないので、まあいいかなとは。いいですね、いずれ。はい。いずれね。うん。はい。じゃあ、先生のコーナーが。はい。お願いします。榎本ブックガイド。このコーナーは榎本先生が本を紹介してくれます。今月はどんな本を紹介してくれるのかな？はい。じゃあ、先生。お願いします。今日の2冊を。はい。まずは、左に出ている美濃時氏の方から行くんですけど、もともと時氏に興味持ったのが、司馬太郎さんの国取り物語っていう。はいはい。まだその斎藤道三が一人だった時の話なんですけど、うんうん、子供の時にちょうど年末大期でやってて、うん、めっちゃ本当すごいなと思って、油織りから一代になったから見てて、うんうん、で、その後小説も読んだら、なんか、
もうこの時点でも結構トキシーってすでになんかもう、実験持ってないなんかもう、運上人扱いで。まあその、まあ、お飾りというか、傀儡的な話、ね。斎藤氏も衰退してて、国の中の世界観だと、その、斎藤の一族って言われてる、長い氏、役者が持ってるんですよ。うん、その長い人をうまく乗っ取っていく話なんですね。うんうんうん、斎藤道さんになる人が。うんうん、そしても長い間乗っていくんですけど。うん、で、ただ、本さんと一緒に、あの前、全国の守護してらっしゃるときに、徳氏が終わりとか、伊勢の守護やったじゃん。結構徳氏に興味持ってて、この本ずっと出るの楽しみにしてて、はい、で結構その辺の徳氏がどこから始まったのかってことと、徳氏の発展と、あの、美濃にあるお寺との関係とか、将軍で結構その初めの頃に、あの、吉光とかが各所守護を潰していくじゃないですか。ああ、だって、あの、時氏は、義満に、そうです。いじめられた時の守護の。あれで宗家が衰退して、あの宗家が、あの、本当に宗家が、あの、変わるんですよ。はい、別の家に。義満が、人事ひっくり返したからね。で、その宗家の末裔が期待して守護なんですよ。でそっち結構4代目が続くんですね、うん。で、こっちの別の家ってのは、宗家本になっての流れとか、斎藤氏の流れとかも結構紹介されてて、すごく面白かったので、今日これを紹介したいなと思って。なるほど。やっぱ僕はもうその斎藤家も徳氏も弱くなってからの、僕いつ見てもらったりしか知らなかったので、うんうん、やっぱ徳氏最近興味持ったので、そういう意味だと面白いなと思って。うん、あと、結局僕らの生活徳氏ってもう一つあの、あ、明智光秀の、そうですね。執事とか言うと、そうですね。時は今の死の方で。まあ、まあ本当かどうかはわからないですけども、うん、まあ説の一つですね。と、うん、いうところでちょっと興味があったんで、うん、あの、まさに今発売したばっかの新刊ですんで、うん、もしよかったらぜひお読みいただきたいなと思ったのと、世話源氏なんだ。はい。うん、結構、うん、いろんな説もあって面白かったので、うん、なんか地元に詳しい先生が書いてる本で、あの非常に勉強になった本でした。で、もう一つが、あの、三井大阪両替店ってやつで。渋いタイトルですよね。そうなんですけど、これがですね、私、あの、ちょっと結構興奮してましてですね。うん、まあ、この中古新書ってこともあるんですけど、うん、意外とヒットするんじゃないかと思ってて。その、何十万部みたいな？したらいいなと思ったんですけど、うん、あの、なんでかっていうと。まあ、しても別に先生1円も入ってないでしょ。いや、ただ、その、面白かったんです。久しぶりに読んで結構興奮したのは、まあ、言ってもよくわかんないですよ。専門家じゃないな、僕もね。金融の話なんで。まずはこの店一つを取って、資料をもとに、研究家の先生が、ちゃんと丁寧に人事とかも全部説明してるんです。まず、この両替店一点のこと。これはね、その、金貸しの話です。そうそう、はい。で、次にまさにその金貸しの信用調査の方法っていうのを、また小一国って丁寧にやってるんですよ。ここまでちょっと難しいなと思って読んでたら。いや、取りっぱぐれないように、この人はちゃんと返せる当てがあるかどうかっていうことね。どんなに有名なとこでも重ねて重ねるんですよ。そして、第三章がすごいですよ。実際のその、と、この、お金のエピソードなんですよ。失敗例とか。それはすごい楽しくて。なるほど。あの、実はコウジさんのレビューにも書いたんですけど、うん、まず1章と2章は、ちょっと難しいなと思って軽く読ん で、うん、で、3章楽しく読んで、4章の分析難しいので、うん、3章楽しく読んでから1、2、4って読むと、結構金融書を書くときになるなと思って。そう、内容貸しってのはその個人への貸し、個人の商店への貸しなので、ここは、うん、でちょっと新鮮で面白かったんで、うん、やっぱ信用調査って江戸時代は全然僕、思いがなかったので、そうか、確かに江戸時代も信用調査してお金貸すよねと思ったんで。なんか、僕読んでないんですけど、はい、その今の信用調査の話で言うと、なんか、具体的にどういうことをしてたんですか？まあ、その、まあ、その時。ただ、旗本とは御家人に貸すってこと？まあ、というよりは、どっちかというと、こう逃げてくるのは、普通の商売人さんとかもできますけど、その商売の規模とか、扱ってるものとか、で、一つ契約も結んでいくんですよ。だから一気に全部貸すわけじゃなくて、ちゃんと契約を結んでからいくんですよ。というのは、今と結構そっくりだったんで。なるほどね。やっぱ今の借金って一個でバッとする、それは。だから、例えば、工場団合同会社に金を貸すかどうかっていうときに、持ってる契約書、どんな自治体とやってますか、あるじゃないですか。一個そういうの見ていくっていうのは、一つの手法ですけどね。それでは丁寧にそういう手法が書いてあったんで。なるほど。まあ、変わってないな、昔からみたいな。うちが、この間、東京商工リサーチに、されたような調査。あれはまたちょっと違う。違うんだ。あれはいや、商工リサーチなんですけど、やっぱその、銀行とか金貸しのするっていうのは信用度を見ていくところなので。まあ、あれか、キャッシュフローというか、そうそうそう、ちゃんと返せるのかっていう。どれぐらいお金が入ってきてて、で、要するに入ってこない会社に、明日って、返せるわけがないから、まあ、出ていくのも重要だけど、まずちゃんと入ってきてるのがですね、それが、
まあ、あの、個人商店だったら、それ売り上げだったり、まあ、うちみたいになんか、B2B やってたら、うん、まあ、その自治体さん観光協会さんだったり、みたいな。有名な商店だから貸せるってことじゃなくて、ちゃんと毎回調査してるんですよ。うん。それが面白いなと思って。今の、だって、あの、銀行さんとか、そこまでやってないところも、たくさんあると思いますよ。まあ、特に、その、今最近いろんなことが起きてますか。うん。まあ、うちは、あの、無借金経営を、あの、やって、まあ、無借金経営というか、僕は背負いたくないだけで、あの、そういうお金を借りないだけなんですけど、うん、まあ、貸してくれるかどうかもわかんないんですけどね。だから、すごいその辺が面白かったというか、うん、なるほど。その、まあ、ちょっと僕もそんな金融専門家じゃない、その手法とかが全部分かったわけじゃないんですけど、うん、まあ、その当時の、特にその3章読むと、うん、まあ、金借り理由とか、どんなことでお金使ってるのかなとか含めて、面白かったんで、ちょっとぜひ読んでほしいなと思って。吉野さんがちょっと本に反応してくれてるんで、あ、ちょっと待ってね。こういう。三井さんは日本橋でよく、歴史的な展示会をしてくれるから、助かりまして。で、なんか信用情報を名鑑にまとめられそうですね、とか。あ、時の方も。時よりと、あ、そうですね、はい。うん。某、あの、某作品ですよ。わかんない。え、シンクロですよね。ああ、よりとって。シンクロを前にした。なるほど。違った、ごめんなさい。うん。うん、まあ、なかなか面白そうな本ですね。あの、なんか、こういう、僕もあんまり金融の本って読まなかったんですけど、うん、たまたま興味あってちょっと購入してたみたいで、うん、で、今月の時読んでて、結構楽しく読んでしまったら、本当に結構細かいんですよ。その給料とかも全部出てるから、うん、だからなんかすごい面白いなと思った。一つの観点から見ていくって面白いなと思って、うん、昔、新潮新書が始まった頃に、うん、まあ、その武士の、あれとか、武士の家計簿って、はいはいはい、あれなんかも初めは、この本売れんのかなと思ったんですけど、うん、この早映画になって。そう、映画になって。でも、すごい面白かったから、うん、やっぱその、視点ってやっぱミクロとマクロ、ほんと面白いんだなと思って、うん。ちょっとこれは興奮しました。あと、まあ、一瞬話戻るんですけど、トノさんと打ち合わせで話したけど、うん、やっぱ、この恵比寿さん、毎回面白い本出してくれて楽しいなと思って、うん、最近もう、あの、新刊情報をチェックして注目してます。うん、そうですね。うちにある本も結構な冊数が、恵比寿公表出版。たまに高いので、次か後ろの本は6000円くらいするんですけど。うん。これは、あ、そうですね、3000円でいけるんですけど。うん。安くても2、3000円しますからね、うん。まあなんですけど、やっぱりそのレベルが高くてちゃんとやられてるんで、やっぱそういうね、うん、歴史の出版社の本ってやっぱ僕は買っていって支えたいなと思ってるので。あ、それはもう全く同感です。はい。うん、で、まあ、一方、この新書、やっぱまあ新書も高くなりましたけど、うん、新書で、やっぱこういう読み物で読んでいくのも楽しいと思うし。先生、間違ってました。にやわかの方です。あ、ごめん、失礼しました。申し訳ない。うん。時代がね、シンクロだとね。そうだ、シンクロ全然違う。時代が違うか。ごめんなさい、申し訳ない。こんな感じでございますんで、うん、あの、今後も、ちょっとこんな感じで、あの、で、ちょっとあの、平安シリーズが終わったので、うん、あの、プラスあの、ちょっと始めた、まだ数冊なんですけど、あの、ブックレビューの方も書き始めてますので。あ、そうですよね。はい。あの、皆さん、あの、あっぱれをしてくれてありがとうございます。タイムラインの、あの、表示の制御、あの、何を表示するかっていうのをこう選べるんですけど、その時に、新着のタイムラインに表示するってやれば、全員の、あの、まあ、僕が書いたり、先生書いたり、他の人が書いた、あの、レビュー、誰かがレビューを投稿すると、あの、それが、こう、表示、自分のタイムラインに表示されるし、あの、先生のだけ読みたいっていう場合は、先生をフォローしちゃうのが一番、あの、早いと。まあ、どっちかでやれば、あの、漏れなく、まあ、先生のレビューをね、あの、チェックすることができます。あの、こんな感じでちょっとポイントとおすすめ部分をまとめて書いていくんで、そちらもよろしくお願いします。はい、うん。あ、矢川さんが、なんかその前の、あの、姫路城の待ち時間ですかね、を、あの、書いてくれてますね。うん。あれ、まだ、あの、ウェブページで、見れるんで、なんか昔も、あの、すごく、あの、すぐ見れるところにあって、で、なんか、こう、定期的に撮れないかな、みたいなことをやった、考えた、あの、記憶がありますけどね。本当に皆さんいろんなこと詳しいからね、聞いたら分かるって、すごい楽しいですよね、うん、やって。うん。はい。で、次が、あ、伊東市48条バッジは難しそうって話なんですけど、あの、まあ、バッジの、
新しいバッジをね、まあ、ネタというかストックはたくさんある中で、まあ、一つ、この伊藤氏48条っていうのは、まあ、伊藤48条だったり、伊藤氏48条だったりするんですけど、は、前々から候補があって、で、今、45ぐらいまで登録ができてるんですよ。で、まあ、残り3つが、緯度経度が分からない。緯度経度さえ分かれば、一応暫定登録はできるんだけど、緯度経度が分からないので、まあ、いくつかの、その自治体や教育委員会にですね、これまでも質問はしてきたんですね。で、まあ、なかなかそれが、その、こう、答えが得られなくて、ちょっとうちでは分かりません、みたいな話をされててですね。で、ただ、あれ、どこのお城だったかな？この間、タナトスさんも、写真上げてくれ、トノゴール城だったかな？どっかのお城に案内板があるんですよ。ちょっと忘れた。で、その案内板には地図が書いてあって、で、こう、48のお城の、こう、プロットされてるんですね。うん、この地図作れるってことは、緯度経度持ってるはずじゃないか。うん、思って、あ、トノゴール城ですね、今、田中さんが。で、それ、その存在は僕前々から知ってて、で、これの元データを持ってる人に当たれば、緯度経度わかる、この問題は解決すると思って、で、まあ、トノゴール城っていうのが、西都市にある、その西の都で、うん、これ僕、西都市っていうものは知らなかったんですけど、西都市の教育委員会に今回問い合わせたんですけど、あの看板の、元データが欲しい、その緯度経度が欲しいっていう、で、こう、このバッジを作りたいかなって話を、うん、まあ、したらですね、答えとしては、絵は、あの地図は、っていうか、その伊藤氏48条っていうもの自体はちょっと、怪しいっていう話が、そうなんだ、帰ってきたんですね。で、はいはい、まあ、あれは、江戸時代に、その、帯藩が作った、日向記っていう、その、まあ、本というか、まあ、書物があって、まあ、それが元になってるらしいんだけど、まあ、要するに、その、前世紀じゃないわけですよ。その、江戸時代に、書いた、まあ、要するによくある、ご先祖様を、まあ、こう、はい、検証するやつ。そう。なので、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとかだいぶかはわかんないですけど、まあ、持ってると。なので、その48条にこう出てくる、その、当時、まだ伊藤氏が進出してなかったエリアの、ところにも、こう、市場がこう、プロットされてるので、歴史的にこう、辻褄が合わない。だから、やっぱ時代を考えると、まあ、この当時にこの勢力圏を持ってなかった。っていうのが今の、その最新の研究と付け合わせると、まあそういう荒が、まあ見えてきたので、まあ具体的には高千穂の地域らしいんですけどね。うん、高千穂の地域にまだ進出してないんだけど、でも、伊藤氏48条の持ち城の一つに、そこにあったりするので、でこの辺を、まあ、含めて、まあ、まあ我々としては、その西都市の教育委員会としては、積極的に、これは使ってないんですよ、みたいな話を、まあ、されてですね。で、ちょっとその、情報をね、書いてあるっていう本がですね、まあ、こういう、まあ、すごい。ちょっと待ってね、これどうやれば、いい感じになるんだ。こうやって、こうやればいいのか。わかんな。じゃあ、こうし、もう一回、このレイアウトにしよう。で、こういうなんか、サイトの歴史っていう、なんか、これが、1976年に、編纂された、まあ、こういう箱入りのね、本なんです。76年？はい。45年前じゃないですか。だから僕が生まれて2歳の頃の、そうですね。本なんですけど、まあ、これにまあ、いろいろ、載ってあるんですが、で、ここになんか、伊藤氏の、前世と伊藤家48条っていう、まあ、コーナーがあってですね。で、まさに、これなんですよ。お出てる。で、これが、案内板で、まさに、田野さんが、撮影された案内板も、
これの、まあ、うん、カラーというかね、これだったと思うんですけど、うんうん、でこれが全部の、まあ、まあ、諸悪の根源とは言わないけど、うん、まあ、その、今の、まあ、いろいろ間違って伝わっている、うん、まあ、大元はここにあるらしいです。うん、だこれを全部みんなが孫引きしちゃうと、あの、この伊藤氏48条っていうものが、どんどんこう真実味を帯びてきてですね。で、まあ僕みたいなやつが、お、バッチにできるじゃねえか、みたいなことを考えて、で、まあ、実際はできなかったっていう。まあちょっと難しそうだなって。ああ、そうなんだ。うん。もちろんこれは、あの、まあそういう説でね、あの、バッチ化しちゃう手も、まあなくはないんだけど、その、あの実際にはこれは違いますよって、こう注釈付きでね。うん、なくはないんだけど、まあ、実際、例えば、関東七名城とかって、あの、二つぐらい説があって、うん、で、まあ、片方を取ってるっていうのも説明文に書いてたりするんで、まあ、そういうのにするか、ちょっとまだ迷ってはいるんですけどね。ただ、まあ、あの、一応、今の、あの、この調査結果としては、うんうん、伊藤氏48条っていうのは、あの、そもそもはちょっと、この、盛られた話というか、あの、実態、とはちょっと違うっていうのは、あ、そうなんだ、まず、あの、共有しとこうかなっていうとこですかね。こんだけあったら信じちゃいますよね。そう。で、まあ、結局、まあ、誰もこれに対して、こう、批判的な、うん、あの、検証を加えずに、この令和を、まあ、これ令和になってからか、平成の頃からやってたのかわかんないですけど、うん、まあ、ね、この2000年以降に多分こういうチェックがされたんだとしたら、やっぱ、それでね、二十何年間ずっと、この、嘘に嘘を重ねてきたみたいな話になるので、まあ、その、偽証の問題って、あの、まあ、それこそ、なんか、柳川一見の話じゃないですけど、あの、国家ぐるみで、あの、偽証を、こう、正しいものとして扱うこともあれば、誰もこう、批判的な検証をせずに、こう、あの、それが、いつの間にか、こう、定説化してしまうとか、真実化してしまうみたいなことって、いろんなところで起きてるわけですね。先生がさっき言った、斎藤道三の出自にしたって、司馬遼太郎が、あの、なんか、一代で成り上がったって書けば、はい、みんなそう思ってたし、で、まあ、ようやくここ数年になって、二代で、の、その、国取りだったみたいな話も、あの、されるようになってきましたけど、そういう部分も含めて、まだまだ多分、あの、こう分かってないことって。あるいは僕らがそうだと信じてるけど、あの実際はそうじゃないっていうのは、この間の五福島の戦いにしたって、たくさんね、あの、最近の研究で分かってきたことってあるので、で、こういうその、なんか、あの、まさにアップデートをね、あの、すごくしていく必要があると思うし、だからその意味で、この伊藤氏48条をどう扱うかっていうのは、ちょっと僕まだ迷ってるんですよね。その、あの、間違いだってこともちゃんと残しておくことで、こう、今後、これが広まっていくことのブレーキにもなるかもしれないなとも思うし、でも僕が伊藤氏48条のバッジを作ることで、あの、加速させてしまったら意味がないので、うん、あの、それでみんなが伊藤氏48条とかっていうのを、こうなんか、ポジティブにというか信じてしまうきっかけになると良くないので、そこをどう扱うか、割となんか、あの、なんで、その、真剣に考えてるというか、なんかその、あの、慎重に考えてはいますね。うん。あ、そうですね。とじのぼさんが、あの、素晴らしい。あの、僕も全く覚えてるんですね。ああ、確かに確かに。だからこうやって、あの、まあ、この後ね、あの、大河の話もしますけど、うん、あの、大河で、この九州のね、あの、まあ、島津と伊東の戦いみたいなのを、あの、取り上げてくれたりすれば、ね、あの、伊藤氏関連のね、なんか資料がいっぱい出てきて、うん、まあなんか、あるいは研究が進んで、こういろんなことがね、分かっていったりするかもしれない。まあ伊藤だって、あの、それこそ鎌倉殿をね、あの、見てた、人たちであれば、あの、記憶にあると思いますけど、まさに、あそこの伊豆の、あの、一族が、九州に行って、この伊藤氏のルーツになってるわけだから、でそういうね、あの、まさになんか武家としては、あの、まあ非常にこう、まあ有名というか、あの、
まあ、主要な武家の一つですね。そう、まあ、いわゆる居座り大名の一種があるじゃないですか。うん、そういうね、なんか。九州ね、ずっと残ったわけで。うん、はい。こういうところを、まあ、どう、こう、伝えていくのかっていうのは結構、まあ、少なくとも、伊藤氏48条は、本当じゃないよっていうことは、まあ、今日ここで伝えてるんですけど、まあ、今後ね、これを継続的にどう伝えていくのかっていうときに、バッチにした方がいいのか、しない方がいいのかっていうのは、ちょっともうちょっと継続で考えようとは思ってます。ちょっとだけの、ちょっと、豆知識を聞きたいんですけど、はい。高千穂って出たじゃないですか。高千穂、はい。高千穂って、ちょっと熊本寄りなんですよ。うん。だから、今は宮崎県ですけど、うん、戦国時代の勢力圏的な高千穂って熊本系の、うん、阿蘇市とか甲斐市の系統の。はいはいはい。だから、そう、うん、多分勢力範囲が違うんでしょうね。なるほどね。うん。だからそういうことを、研究して、まあ、どうも正しくなさそうだっていうことが、まあ、分かってきたってことなんですよね。昔、その、飛び地が大好きだった時期があって。うん。結構それと調べたときに、なんでこっちこう作ってんだってところで、うんうん、あ、そこ高千穂ってそうなんだ。なるほどね。うん。トップロードさんが、地元の、まあそうですよね。まあこういう、で、なんかね、その、最近、いわゆるその、まあ、在野の研究者が、こう、食っていくために、みたいなやつが、ちょっとネットで、話題になってたので、まあ、僕も読んだんですけど、で、まさにそういう、人たちが、研究を続けていくね、ことを、まあ、経済的にも、まあ、もちろんそうだし、まあ、いろんな部分、発表の場を作るみたいなところも含めて、何かサポートできないかなっていうのはずっと思っててですね、まあ、城語りとかも、なんかそのうちの一つになればいいなと思ってるんですけど、昔だと、その、学校の先生がね、割とその、まあ、日曜研究家じゃないですけど。多いですよ、ね、先生とか。で、まあ、あるいは、先生を、まあ、リタイアされた方が、続けてね、地元の歴史を、まあ、調べて、みたいなことが多かったらしいんです、最近やっぱり現役の先生は忙しすぎて、そういうのができないって話を、この間もなんか、セミナーで、そういう話が出ててですね。うん、だから、結局、リタイアした後に、頑張るっていうのを、まあ、ゼロから、だからまあ一から頑張るって結構大変で、現役の頃にちょこっとずつやってたやつをリタイアしたから、こう、もっといっぱい時間をかけて取り組むみたいな話を昔はずっとしてたんです。で今は現役世代で、そのもう本当にもう日々、そのいろんなね、なんか書類に仕事に追われて、あるいは PTA の対応に追われて、みたいな感じで、全然そういう研究に割く時間がないので、で、じゃあその人たちが、そのリタイアしたからといって、その地元の郷土史をね、こう研究しようとはならないみたいなことを、まあ、おっしゃってて、で、そういうのも含めて、なんかその、なんか、先生の問題とか、なんかその研究家の問題じゃなくて、なんか、社会の問題として、なんかそういう地域全体で、まあ、そういうね、なんか研究される人を、どう、こうなんかサポートできるかみたいな話は、考えなきゃいけないし、で、まあ、そういう人たちの、なんか、こう発表するね、まあ、あるいは研究して集めた資料とかも、なんか、その、それこそ、その、大学に所属しているような学者の先生たちが、こう、情報だけ取って、で、自分の研究とか自分の発表として使われるだけ使われて、そういう人たちに対して何の感謝もないみたいなことも、なんかある、その、まさに在野の地元の地域の研究者の方が、前に SNS とかで書かれていて、で、うん、まあそういうなんかその、上流の問題、下流の問題というか、なんか、両方で、今すごく、なんか、まあ、平たく言うと報われてない状況にあると思うので、うん、だから、まあ僕は、まさにその人が自ら発表できるような場を用意できたらいいなと思うし、でその人たちに直接こう、僕らが教えを超えるようなね、ことができたらいいなっていうふうには思うんですよね。で、まあ、別に直接的にじゃあ、あなたに研究費用で5万円あげますとかじゃなくて、で、その人の、なんかその、発表会を開いて、そこの参加費として、その方に、こう、援助するとか、うんうんうん、その方の、資料をね、買うっていう形で、うんうん、そうですね、こうなんか、お金の部分でも、こう、お互いがこうね、意味のある、
やり取りができたらいいなというふうには思ってるんですけど。でも実際その発表の場とか資料を買うとかっていうのをこういう場でどんどん宣伝していけるわけで。そうです、そうです。はい。いいですよね、そういう応援できたら。そういうことがなんかできれば、だからまあ、少なくとも、工場団は敵ではないので、むしろどう、なんか支えていくことができるかを考えているので、まあ何かね、その協力、させていただければ、いい。僕ももっといろいろ勉強したい、ね。そうですよね。まあ、僕らも本当新しい、そういう資料とか、知見とかってすごく勉強になるし、うん、一瞬ちょっと話が、初めの話に戻るんですけど、うん、今回行った研究者の家とかも、普段行けないじゃないですか、うん、そういう知識がないと。うん、やっぱ、どんどんこういう発表、発見があるので、うん、ぜひそういう場になってくると、理事会に参加して。うん。はい。まあ、シェルマさんが、その間になんか入ってきてくれてましたね。ドライブ中で、だから聞いてくれてんのかな？YouTube をね。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。はい。で、じゃあ、行きましょう。あ、豊臣兄弟。はい。これで行きましょう。うん、まあ、先生は、まあ、すでにね、もうチェックされてると思うんですけど、2026年、再来年の、大河ドラマの、内容が、まあ、発表されてですね。で、まあ、まあ、今回というか、その、まあ、テーマが、まあ、豊臣、兄弟っていう、まあ、タイトルで、で、まあ、かつ、まあ、主役が、弟の方、秀吉の弟の、はい、まあ、秀長が、まあ、主役っていうことで、まあ、発表されたんですけども、まあ、先生、率直にどうですか？もうちょっと、なんか、マイナーでよかったんじゃないかなって、戦国時代やってくれるんだったら、こんなビッグネームじゃなくて、ね、まあ、秀長自体はマイナーです。まあ、でも、もちろん周りに出てくる人は、そうそうそう、もう、結構見てるじゃないですか、うん、この関係のところって。そう、この時代はね。あっち見てこうやるんだって、恥ずかこの子やってくれるとか。うん、まあね。とか、空気をしたからやってほしいなとか思ってたんです。うん、なんか出てくる、まあ、メンバーというか、その、まさにゴールデンエイジの時代なので、三英傑が多分全員出てくるみたいな大河ドラマにはなるでしょうね。はい、できれば、近くに前の前の年とか黒田官兵やってるんで、先の九州でもいいですし、うん、なんかもうちょっとなんか、写真も戦国なんで。そう、だから、昔、独眼竜政宗やった時っていうのは、まさに、その、中央のね、はい、秀吉、信長秀吉康っていうのは、ほぼ出てこなくて、その、勝慎太郎の、うん、秀吉が出てくるの、結局小田原の時でしたよね。はい、だから逆に、それまではずっと、で、実際渡辺謙さんの、まあ、有名なそのエピソードで、まあ、勝さんが、その、小田原のその収録日まで会わないっていうふうに言われて、実際、その会うまで、初めてロケというかその、事前に会ったの、初めて会ったのがその日だったみたいな、その事前に飯も、食いにも行かず、とにかくもう距離を置けるだけ置いてみたいな話をされてました。だからあのシーン良かったんですよね、本当にね。だから、島津義弘とかいるんですよ、いい人まだ。ああ、そうですね。うん。あと、竜造寺、鍋島とか。まあ、豊臣兄弟やるんだったら、島津四兄弟やれば、ね。はい、そうですよ。確かにね。あと、長宗我部とかもありますよ。うん、長宗我部、ね。元近、森近、どっちも面白いですよ。うん。だから、長宗我部もだから、独眼竜政宗みたいに、四国だけで半年やれますからね。で、なんかまあ、秋口ぐらいから、その信長とか、まあ最近の、まあ、研究で言うと、まさに光秀が、取り次ぎで、はい、まあやってたので、まああのあたりをこう、まあ本能寺の辺にね、絡めるにしても。斎藤利光の義理兄弟の関係ですよね。ね、はい。その辺とかあって、こんな漫画来ると思わなくて、うん、ちょっと今回地方に行ってほしかったなと思ったわけです。まあそうですね。でも逆に言うとね、コウさんおっしゃってましたけど、脚本家の先生が。脚本家の先生はなんか半沢直樹とか、下町ロケットとか書いてる人なので、うん、まあ、多分こう、まあドラマチックな展開にはなると思うんですけど。池井戸潤大好きなんですよ。うん。まあ逆に、この秀長で、そんな、なんか、なんだろう、半沢直樹とか、まさにこれってなんていうの、どんでん返しじゃないけど、こう、なんていうか、すごい、こう、波を作る脚本が書けるのかっていう。なんでかっていうと、下町、ちょっとこの方はどんな方か知らないですけど、はい、おかしいな、一旦、下町ロケットも、半沢直樹も全部見てるんですけど、うん、小説大好きなんですよ。小説ファンが見てもありなんですよ。うん、もっとそれをドラマチックにしてて。半沢直樹なんかも、こんな振るんだぐらい振ってるんで。まあ、原作とはだから、
いい意味で違うってこと、ね、原作をちゃんとドラマティックにしてるんで、すごくうまくその緩急ついてるんで。なるほど。それは全然僕は原作一切読んでないので、わかんないですけど、なるほどね。ちょっと、この方がどうも共感配とかで、あ、一緒ですよ。僕はドラマも好きで見てるんで。うん、まあ、それはいいと思うんですけど、はい、できればちょっと地方武将とか、地方復興もいいかなと思ったんだけど、ね、うん。まあ、いろいろちょっとコメントを拾っていきましょうか。読者投稿欄で、ちょうどみんなが押してたと。おっ、おめでとうございます。のいいところです。すごいすごい。で、あ、竹中直人ね。うん。アートスさんは、まあ、竹中直人って、2、3回やってるよね。確か、秀吉役をね。で、シェルバさんが右合戦や、鳥取の勝家殺しとかが出てきそうですね、とか。うん。ああ、確かにな。で、秀長だと、上杉武田毛利四国九州征伐。あ、そうか。九州征伐も、はい、東回りは、秀長が、確か、総大将というかね、引っ張ってましたね。そうです。うん。なるほどね。で、高橋さんが、ファインダー武将ですが、太田道館。うん。まあ、太田道館と、まさに、そのさっき先生が言った、北条早雲、まあ、伊勢シンクロっていうのは、同じ時代なので、まさに京徳の乱とか、はい、あの辺を、大河ドラマしてくれると、長尾景春とか、あの辺が出てきて。あ、長尾景春出てくるいいですね。うん。で、その、扇ヶ谷上杉とか、その山内上杉とか、あの辺の上杉同士の、まあ、争い。で、はいはい、まあ、たまにこの京都のね、足利幕府が、こう、ちょっかい出してくるみたいな話にすれば、それはそれで面白そうですよね。面白そう、確かに。あれ、確かにしてもいいな。ああ、現地で大概、まあ、山中鹿之助は、山の鹿之助でも、どこまでそのエピソードって残ってるんですか？割と細かく残ってるんですか？その、まあ、最後のね、その、こんなんていうの？雨越し復興のためのさ、やつは、うん、まあ、最後に死ぬ、脱走して死ぬところまで含めて、うん、よく聞きますけど。やるんだったら、もしその後、彼の後に雨越しの継いだ亀井って人がいて、亀井さんはだって、亀井さんとセットにする方がいいじゃないですかね。うん。亀井はその後、豊臣の代表になるじゃん、ね。そんなにないかもしれないんで。うん、まあ、山中さんの後、亀井さんがね、継いでるような感じなんで。うん、ね、だって、雨子の求心を吸収して、まあ、大名化していくわけだからね。はい、そうそうそう、山中さんだけだと難しいかもしれない、時代。エピソード的に。で、メジャー武将なんかそう、本当そう思う。うん。本当地域振興になると思う。そう、だから、単純になんか、持ち回りじゃないけど、国体みたいにね、うん、持ち回りじゃないんだけど、こう、いろんな地域でやってくれた方が、なんか、いいよな、というのは思います。まあ僕なんか今京都に住んでるし、で、まあもともとずっと関西の人間なので、まあ、いわゆる機内が中心になる大河ドラマだと、土地勘もあるし、まあそれはそれで面白く見れるんだけど、でもまさに独眼竜政宗のようにね、全く行ったこともなかったような地域の歴史を、まあ、知るっていうのはすごく楽しいと思うし、そういうなんか東北であり、で、まあ、なんか九州であり、四国であり、みたいにして、むしろ関東とか関西から離れたところで、の、そういう歴史をなんかやった方が、で、まあ何年かに一回ね、そういうまあメジャーなというかね、信長とか家康とか出てくるようなのをやるといいなと。そうですね。だから、その中国地方だったら毛利、まあ毛利は昔やってますけど、まあ浮田は、やれると思いますね。まあ浮田も、結構最近の研究で、こう、
いわゆるその暗殺系のその悪い話のほとんどが濡れ衣だっていう。まあこれは松永久秀とかも一緒ですけど、まあ結構そういう、こう、濡れ衣を着せられてる人たちなので、まあ、それをこう払拭していくのをやってくれると、なんか、誤解が解けてね、いいなと思いますけどね。うん。で、まあ、秀長の話で、これ年家と松ってどうやって最後終わったか覚えてます？覚えてない。年家も多分、最後の死に方としたら、こう、なんていうの、その、惜しまれつつエンド。覚えてない。のはずですよね。まあ、逆に言うと、年家が亡くなっちゃったことで、まあ、要石が亡くなって、こう、家康が、まあ、の、なんか、か、こう、牛耳っちゃうみたいな、こう、パワーバランスが崩れて、みたいな話だったと思うんですけど、事実としてはね。なんかわかんないけど、今とりあえずネット見た感じだと、年、うん、が亡くなった後に、例の松を家康が江戸に来いって言って、そこで割ってるみたいですよ。じゃあ、その、年が亡くなってエンドじゃないんで、その、はい、鎌倉殿だったら、まさに、こう、主人公が亡くなったら、そのままエンドロールだったと思うんですけど、まあ、そうじゃなくて、その後の、はい、なんか、エピローグ、はい、エピローグでいいんだっけ、うん、を、やったってことですね。まあ、まさに、年長のが、この、詫び入れたってやつですね。なんか、それも、家康様と戦争を避けるために、松に正直来てほしいと、頼みますってのに書いてあるから、ちょっともう覚えてないですけど、話は、うん。NHK のホームページ見てるんですけど。うん、なるほどね。で松は本、自分から言ったって書いてます。うん、あ、2002年なんだ、これも。すごいな、12月15日。うん、確か、秀吉と、秀吉と天国で待ってたんだって。あ、そうなの、へえ。面白い終わり方だな。まあ、この頃の、この、年家と秀吉っていうのは、まさになんか、醤油を借りに行く間柄みたいな感じで、描かれてたので、まあ、そういう風にやったんでしょうね。栃木確かに、合併してるの。まあ、この辺のね、関東も、なんか、まあ、なんていうか、その、こう、埋もれてる感じ？その、だって、まあ僕はよく言いますけど、どこの地域にも歴史はあるので、ただそれが、有名かどうかだけの話で、うんうんうん、で、それって別に、ね、誰も取り上げないから無名なままなので、まあ NHK が取り上げてくれれば、それだけで知ってる人が増えるんで、そういうのをやってくれればいいなと思いますけどね。うん。年信さんもなんか、その年家と松の、話で、うん、あ、なにサスターの夫人も集まってたの？なんか、もうあそこ同じグループですからね、当時の話。うん、でも仲は悪かったじゃんか。うん、旦那同士、旦那同士。いや、夫人会は知らないよ。うん、夫人会の仲が良かったのかどうか知らないんだけど。うん、へえ。で、まあ太平記をリブートしてほしい。うん、あ、太平記ね。まあね、うん、この時代もね、まさに、逃げ若が、ドラマ化すれば、まあ、同じような、時代ですけどね。そうで、まあ、事前にちょっと、まあ、これも僕ネットで知れた情報なんですけども、はい、まあ、年長が、あ、秀長が、年長じゃなくて、秀長が主役っていうので、まあ、みんな、豊臣秀長っていうのは、非常に善人であると。で、まあ、秀吉自身が、まあなんか、この、表のことは利休だっけ？なんかその、まあ利休と、まあ、秀長が、こう、はい、まあ、ね、その、いわゆるその、まあ自分の、まあ、右腕、左腕みたいな感じで、こう、指名をしていたし、まあ実際のところ、まあ秀長が亡くなってから、まあ豊臣政権っていうのが、まあ、おかしくなっていったと。まあ、秀吉自身が、こう、ブレーキが効かなくなって、まあ、どんどんおかしくなっていったみたいなことを、まあ、語られていて。で、まあ、秀長は、まあ、その、まあ、まあ、天才だけど、まあ、危うい兄貴を、まあ、非常にうまく補佐していたと。で、その補佐役がいなくなったことで、まあ、豊臣政権がおかしくなったみたいなことを、まあ、よく、
まあ、書かれるんだけど、まあ、実際のところ、それはどこまで本当なのかみたいな話があって。で、実は、秀長が亡くなった後に、まあ、郡山城には、莫大な金が眠っていて、そう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 。で、秀吉はそれを見て、ぶち切れて、全部没収したっていう、エピソードがあるらしいんですよね。で、まあ、その、お金はどっから来たのかっていうので、実は、奈良貸しっていう、まあ、言葉があるんですけども、まあ、先生も知らなかったと、はい、さっきおっしゃった。これまでのお金は知ってたんですけど、うん、その話は知らなかったです。はい。で、まあ、僕は、そもそもその、郡山城の話すら知らなかったんですけどね。で、ちょっと、奈良貸しのね、話を、はい、ぜひ、しようと思うんですが、まあ、奈良貸しの話っていうのは、この、まあ、川内先生っていう、まあ、奈良大学の先生なんですけども、この先生のこの、落日の豊臣政権という本を読めば、書いてあります。で、まあ、簡単に言うと、強制的に、その、大和のね、人々を、まあ、まあ、普通の人たちに貸し付けるんです。あ、強制的に。強制的に。で、しかも、米を貸し付けて、で、金で、銭で取り立てるっていうことを、うん、確か、したということを書いてます。なので、要するに米、換金ですよね。その米を貸して銭で取り立てることで、まあ、米を銭に、こう、強制的に、換金していく仕組みを、まあ、作ったという話なんですね。で、これがあまりに、この取り立てが、まあ、さっきのその先生が紹介した本じゃないけど、取り立てがあまりにも激しくて、まあ廃業に追い込まれた人たちも、まあすごく多く、で、かつ、その、まあ庶民のね、この不平不満っていうのが、すごく、まあ、もうすごかったっていうことが、まあ書いてあるんですけれども。普段その話はどこでした？今日も。あ、SNS で、なんかそういうこと、奈良貸しをどう扱うんだろうね。あ、そうなんですね。書いてる人がいて、奈良貸しって俺知らないんだけどっていうので、ちょっといろいろ調べたら、うんうんうん、この本に載ってるっていうのを、が、こう、書いててですね。うんうんうん、で、知ったんですけど、で、そう、さっきの先生の亡くなった後にね、うん、金が山ほどあって、みたいな。あ、それはあれの原因だったんですね。うん。だこういう、その、まあ、まあなんだよ、その強制的な、貸し付けをして、まあ蓄財した側面が、こう、秀長に、まああったのだとしたら、で、実際これは、たもい日記に書かれてるらしいんですよ。はいはいはい。で、まあたもい日記っていうのは、まあ、大和からすると、大和の、まあお寺、まあ興福寺をはじめとするお寺からすると、まあ、秀長っていうのは、まあ要するに侵略者にあり、だから、まあ、よく思ってないわけだから、まあ、そういう、その、ネガティブキャンペーンじゃないんだけど、まあ、否定的な姿勢で、書かれてるので、実際よりも多分悪く書かれてる可能性はあると。うんうん、ただ、今言ったように、死んだ時に、めちゃくちゃ、その、天井に届かんばかりの、金があったと。うんいう。ことは聞いてます、僕。うん。で、それで、秀吉がぶち切れたっていうのも記録に残っているので、うんうん、だから、奈良貸しの行為自体はね、まあ、どこまで、まあ、苛烈だったかどうかはさておき、秀長がめちゃくちゃ金を貯め込んでいたっていうのは、ほら、その後に石田三成はみんなが金を貯め込んでるに違いないと思って踏み込んだけど、全然なかったっていうエピソードがあったりするわけじゃないですか。はい。はいまあ、一方で大久保長安みたいに、思った通りありましたみたいな人もいるんだけれども、でも、ないはずだと思われていた秀長が、めちゃくちゃ持ってましたみたいな。だって、秀吉がぶち切れたっていうことは、秀吉もそんなことするはずがないと思ったはずなんですよ。でも、実際には、まあ、それだけの、まあ、それをね、何に使う目的だったかどうかまでは、もちろん、わからないんですけれども、まあ、事実として、まあ、おそらくの事実として、それだけの、まあ、蓄財をしていた秀長っていう人を、どう描くのかみたいな。本当に、なんか、結局通説通り、いい人で終わるのか、うん、まあ、こういう、なんか、まあ、
闇の部分というかね、そういう側面も含めて描かれるのかが気になるみたいなことを SNS で書かれている方がいて、で、まあ、調べたんですけど、結構だそういうふうに捉えると、豊臣秀長っていう人を、だからまあ、キリンが来るの場合はあんまりこう新しい話は、まあ、出てこなかったけど、まあでも、まあ、どうする家康なんかでも、まあ、割と、こう、今川義元をね、すごく、まあ、優秀な、有能な、武将として、まあ、大名として、まあ、描いていたり、まあ、割とその、こう、過去のね、公家大名みたいなイメージを払拭することはできたと思うんですけど、まあ、そういうなんか秀長に対してもあるいは秀長を通じて新しい研究成果がこう世に浸透していくようなきっかけになれば大河ドラマで取り上げる、まあ、意味なり価値なりはあるのかなみたいなことを、思いましたね。ちなみに今野さん初めにちゃんと毎週見た大河ドラマってどれか覚えてます？僕は伊達政宗なんですけど、僕はね、途中までしか見てなかったけど、うん、緒方直人がやった信長は、途中までなんか毎週見てましたね。はい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 、まあ、あれはなんか、おとんが見てたので、はいはい、一緒に見てたみたいな感じで。キングオブジパンクですね。はい、そうです。最後になんか、オブリガードなんとかカンとかみたいな、なんか、ポルトガル語を喋るみたいな。そうそう。あ、まあ、宣教師が語り部みたいな感じで、ね。そう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 。でしたけど、新鮮な感じで。あ、ちゃんと見たのは、まあ、それこそ、軍師官兵衛とか、辺になるのかな。うん。だから、僕自身はほら、その、歴史とかに興味を持つのは、割と大人になってからだったので、ちゃんと大河ドラマを完走した記憶っていうのは、割と新しめですね。僕なんかもう、頭にハマりすぎて、小学校の文化祭であの兜を作って研究とか言いたいことですね。独眼竜政宗、僕はなんか再放送かなんかで、ね、はいはいはい、BS かなんかでやってた再放送で、見ましたね。あれ、梵天丸すごいなって。そうそう。小次郎と梵天。核ありったい。そう、核ありたいですよ。うん、子役の子、すごくいい。核ありったい。もう、あれはもう本当にっていう世代なんですけど。うん、あと、ファミコンも買いましたよ、その政宗のファミコン。ああ、そうですね。やりましたよ。ナムコからです。そう、ナムコね、よくご存知で。あれ、僕、やってるんですよ。やってる。見てないんだけど、やってるんですよ。やりましたよ、ナムコのゲーム。そう、だから、ね、モガミだったり、アシナだったり、こう、本当にあの、東北のあのエリアだけど。そう、だけどゲーム、信長の野望みたいな全国版じゃなくて、本当に東北版の曲なんで、だから、アシナとかだと、反対側から攻め、本当だったら、南側からも攻められるんだけど、攻めてこないから、うん、いわゆる島津と同じ扱いなんですね。そう。安全圏なんですよ。いやー、懐かしい。やりましたよ。ありましたね。はい。ああ、秀長だと、ヒロインが厳しそうですねっていう。うん。まあそうですね。この、じゃあ、前に、先生と話してて、ちょうど今月か、にやった戦国ラブオーカーの YouTube で、そのなんか、なんか残念な、戦国武将みたいなやつで、僕は結局のところ、毛利隆元を取り上げたんですけど、まあ、候補の一人が、庭さんの息子、うんうん、まあ、後に、東道に行く。あ、そっちの方ですか。うん、はい、人ですね。で、一旦は、まさに、秀長の、息子になるわけですよね。はい、だそういう、まあ、さっきちょっと言い忘れましたけど、秀長を主人公にすることで、その辺の周りのね、なんか、人間関係が、こう、描かれると、いいな、って思いました。その、庭の扱いみたいな。まさに、振り回された家ですよね、庭さんはね。取り込まれたかと思ったら追い出されたみたいな話なので。そういうのが、描かれると、なんかその、主役云々というよりも、僕の場合は、その人を中心にどんな人間関係が、こう描かれて、で、そのうちどこが、ちゃんとドラマに出てくるのか。で、だって、全員は出てくるわけないし、だって、この、どうする家康だって、本田作左衛門とか出てこなかったんですよ。そうなんですよ。三奉行と言われた人とか出てこなかった。仏光力も出てこなかったわけですよね。で、ああいうその、
まあ、どうしてもそれは、ね、1年間で、聞いとるかな、やる以上制約はあるので、まあ、誰かが出てきたら誰かが出てこれないということがあるわけですけど、まあ、そういう意味で、まあ、秀長を主人公にしたときに、誰が、こう出てきてね、東堂高虎だって、途中に主役じゃないですか。うん、本来だったら秀長にずっとね、こう、うん、使える、うんわけ、まあ、七度、まあ、変えた末ですけどね。純主役っぽいことしますね。そういうふうに、こう、なんか、これまでなかなかね、こう、うん、日の目を当たってこなかった、まあ、武将とかに、がこう出てくる、はいはい。きっかけになればいいな。で、それでこう、みんながね、こう、認知すればいいな、っていうふうに思うんですよ。確かに、東堂とかあったらもうね、あんまり存在みんな知ってるけど、どんな人かって知らないですよ。そうなんですよ。名前は聞いたことあるし、で、なんかそれこそ、築城名人みたいなね、ことは多分、工場団の利用者も知ってると思うんだけど、もっといろんなエピソードがあって、で、まさにさっきのね、その、庭さんの息子をね、自分のところで引き取ったみたいな。あれも結局、秀長には子供がいなかったので、秀吉が秀長の養子にして、こう、庭家との、まあ、縁をね、こう、繋ごうとしたんだけど、秀長に子供が生まれたから、ね、結局、厄介払いみたいな感じで、で、じゃあ、東堂高虎が、うちで、まあ、それはそれで、高虎にも子供が生まれて、ややこしいことに、まあ、なるんだけど、でも、そこで、じゃあ、うちにっていう、その、こう、行き場を失ったね、彼を引き取ろうとした、東堂高虎っていう男の、なんか、男気みたいなところも、いい話だと思いますし。結構ね、東堂高虎の時代結構優遇されてるんですよ。あ、そうです。うん。そうなんですよね。で、彼だけ別の領地に一人で上司とかしてたんで。うんうん、ちゃんと、両立させようと高虎は配慮してたんだけど、結局、名張に行って、まあ、あれ、離れてたから、政治、なんか、伊達もそうじゃない。離れてたから、ちゃんと、まあ、宇和島伊達家は、まあ、分家ではないっていう、主張は、宇和島側は言うし、まあ、まあ、一応大名としてね、取り立てられてるから、まあ、その主張も、まあ、一理はあるんだけど、まあ、あれっても結局、領地が離れてるから、まあ、ある程度成立したけど、近くなっちゃうと、やっぱり、いろいろ問題起きやすくなるんじゃないですかね。うん、そうですよ。そうですね。グコさんが今、名張東道市ですねって書いてる、うん。そうですよ。まさにその通りです。こういう、なんか、やっぱ、とっかかりは、ビッグネーム、もしくはそれに近い人の方が、やっぱり、見てくれる人は増えるから、まあ、それはそれでいいかなと思うんですけど、もし豊臣兄弟が、まあ、これまで通り三英傑を中心とした、で、また、なんか本能寺、まあ、本能寺の変に全然、まあ、絡んでないから、まあ、中国大返しで一緒になんか、こう、走ってるのかもしれないですけど、まあ、どう描くのかは知らないですけど、それで、いつものような、三英傑中心大河になっちゃうと、あんま面白くないなと僕は思ってる。でも、そうじゃなくなる、そうじゃ、ない大河にできる可能性があるなとも思ってるので、まあ、秀長を中心にしたときにね、例えばその、秀長って、秀吉の中国攻めの時も、一応別動隊を率いてるんですよ。はい、そうです。で、それこそ、武田城とかを、田島方面ですね。あっちの北を攻めたのって、確か秀長が、指揮を取ったはずなので、で、まあ、そのまま鳥取の方に、中国道をこう攻め上がるみたいなね。まあ、山陰道か。そう、山陰道の担当が秀長だったので。うん、そうですね。だから、当たってた。うん。昔なんかね、それをまとめたことが一回あったんですよ。で、なんか秀長がこっちを攻めてたっていうのね。で、そういうのも、まあ、普通にこれまでの、秀吉の中、まあ、張間攻めとか中国攻めっていうのって、いわゆる山陽道が中心に描かれてる。で、まあ、姫路だったり、で、三木だったりっていうね。もう、秀長が主役になれば、山陰道が、こう、主役のね、中国攻めが、まあ、見れるかもしれない。まあ、さっき、シェルファさんが、勝手殺しの話を書いてましたけど、まあ、まあ、それをどこまで描くかさておき、まあ、そういうその、で、また違う、なんか、歴史のね、一部分を切り取れるような、気もするので、で、まさに腕のある脚本家であればね、
まあ、その定評はある方なので、まあ、そういうところを、まあ、期待をしたいなというふうに思いますね。確かにあんまり三位堂ってね、目が当たってない、うん、当たってない気もするんで。そうなんですよ。でも、まあ、赤松が、まあ、あそこ、結局、山田と赤松が、うん、あの頃の、まあ、田島を、まあ、争っていた中で、で、まあ、結局、山田を討伐して、で、赤松を、城主に据えるんですよね、武田城の。で、なんとかって刀剣が確かその赤松広秀だったかな、の、鬼だか虎だかなんかがつくんで、まあ、大体なんかその辺の感じがつきそうですけど、うん、なんかあってですね。で、だからそういう、刀剣ファンもきっと、そこで引っかかってくれるかもしれないし、いろいろね、その三院堂は、ちゃんと取り上げたのが多分ないと思うので、まあ、そういうのもいいと思いますし。結構、平野の三院方面って結構面白い武将もたくさん参加してて、うん、私はあんまり日の目を見てないので。そうですよね。はい、で、まあ、それこそ和歌山だって、もちろん吉宗の時代とかね、みんな江戸は知ってるんだけど、まあ、その前の、秀長がね、支配していた頃、で、あるいはまあ、小山さん、小山さん、うん、がこう支配していた頃みたいな、それまさにこの百万石のね、頃のね、でもまああんまりこう取り上げられてこなかったので、まあ、そういうのがこうなんかやれるといいですよね。うん、はい、あ、そうですね、内々のことは利休、外のことは秀長っていう、うん、この有名なね。で、まあ、利休はね、その後、切腹に、まあ、追い込まれるわけですけれども。うん、まあ、だから、まあ、利休も、まあ、間違いなく出てくると思うんですよ、その大河にね。そうですよね。まあ、誰がやるのかな、みたいなのも、うん、まあ、気になるところですけどね。で、先生なんか大河にもし、出れるとしたら、やりたい役とかあるんですか？この、戦国周辺で。利休の役とか、僕結構面白そうだなって。南光坊天下やりたい。ああ、もうそれなんかただの黒幕をやりたいっていうだけで。まあでもほら、この間展開は小栗くんがやってましたね。あとはあれやりたい。笹の半蔵、渡辺半蔵。ああ、なるほどね。うん。まあ、まあ。え、河野さんは？そう、まあ、でも僕も、そうだね。僕はでも、うん、僕もなんか武将をやりたいというよりかはなんか、はい、それが坊さんとかなんかそういう、だから、安国寺衛景とかも面白そうだと思うし、なんかそういうなんか、弁舌で、それこそ、真田丸だっけ、あの時に、なんとか公設隊。いたなんとか公設隊。いたべおか。いたべお公設隊。うん。こかや、相棒に出てるあの方が、やられてましたけど、うん、まあ、ああいう、なんかこう、弁で、なんとか、その、立身出世するみたいな。まあ、まあ、要するに坊さんですよね。節制和尚にしてもそうだけど、ああいうなんか坊さん役はちょっと興味がありますね。なんか魔法とか使いたいじゃないですか。出てみて。5万とか言ってみたいです。これは先生の軍師入門を読む。何人か。ね。うん。槍を振らしたり、ね。そうそう、5万楽しいですよ、ね。はい。ああ、キャミサーさんはなんか、作左衛門は、ああ、そうなんです。僕はその、前の家康の、時のやつは全然見たことがないので、でもレギュラーだったんですね。うん、本当に、どこに焦点当てるかによって、まさにその、三河武士団というか、その三河ファミリーのね、ま、だから全員出してたら、終わらないので、そうですね。それを、まあ、何新章にするかをこう絞っていかないと、はいはい、終わらないので、まあ、その、四天王は出てくるにしてもね、まあ、その次の、クラスの人たちっていうのは、まあ、間引かなきゃいけないですね。豊臣四天王って僕勉強不足で知らないんですけど、豊臣四天王ってあるんですね。ほう、豊臣四天王は僕も知らないですね。もし、なんか名前出せるんだったら。検索先生してみてくれる。うん、なんかね。ああ、そうそう、獅子王だ。年信さん、さっき僕、赤松の、刀ね、はいはい。刀の話、赤松博秀が。秀頼四天王が、信繁、骨董、又部、木村重内、長宗我親で、橋場四天王。それはね、大阪の陣の時のあれですね、5人組みたいな。宮田、三子だ。
トウとか。ああ、ビトウね。あ、ビトウとかミコタとか、確かに、後にこう、不遇な目を。はいはい、あ、ミコタとか、そう。うん。だから中国攻めとかの頃は、ミコタとかビトウとかって、はい、よくね。まあ、軍師とか。もう、ね、で、すごく、こう、有望な、若手扱いだったんだけど、うんうん、あ、それは漫画の戦国で僕読みました。あ、はいはい。一時期彼らがすごくでかい顔をしてたんだけど、なんか途中で後に、こう、まあ、のけもんにされるというか、まさに三成とかがね、こう、出てきて、まあ、お役御免みたいな感じになっていって、うんうんうん、なんかその浮き沈みがありましたけどね。はい。みたいな。うん。まあ、大河に関しては、まあ、いろいろ、まあ、ありますねっていうね。まあ、まだ、再来年の話したので、で、多分、来年なんでしたっけ？来年は、蔦屋十三郎の話ですね。だから、まあ、江戸の、元禄ぐらいですか。元禄文化ですね。火星文化かどっちか、あの辺ですね。まあ、江戸時代なので、うん、まあ、またちょっと、まあ、いわゆるその、切って貼ったがない大河にはなると思うんですけど、逆になんか、文化面で、まあ、いろんな人が出てくるのかな、とは。ちょっと話が戻るんですけど、今の大河どうですか？順調です。話が進んでいってますけど。ああ、でももう、ね、まだでも、なんていうか、紫式部にはなってないんですけどね。はい、だから、これから北陸に行く感じですけど、いや、僕は面白く見てますよ。で、まあ、大石静香先生、さすがだなというか、なんかその、ここまで、こう、なんか、まあ、振り回すというか、見てる側もそうなんだけど、出てる側というか、そのキャラクターたちの感情の振り回し方がすごいじゃないですか。うん、はい、だからあれ、まあ、ほぼほぼフィクションの部分ですよ、それって。はい。はい、実際に別に、その、とも子さんと、まあ、紫式部、まあ、今の役名でいう、その真宙が、こう、なんか、一緒にね、茶飲み話するような中でもないし、もちろん、道長と真宙だって、多分会ったこともないだろうみたいなことは、倉本先生も、交渉をされてるね、倉本先生も、おっしゃってましたけど、そういう、その事実はさておき、まあ、単純に、まあ、あの時代を、舞台にした、まあ、ドラマとして見るとね、まあ、よく、こう、点が分かってるわけです。で、ここで何したみたいな。その余白を埋める、この、なんか、構想力って、もうさすがだなって。逆に最近楽しかったでしょって、うん。こんだけ想像できるんだと。そう、だから本当にね、なんか、特にまあ、時代的に、まあ、余白が多いというか、むしろ分かってることが少ない時代じゃないですか。まあ、その意味では、ドラマとして見るっていう、その、なんか、一線は必要なんだけど、はいはい、でも、めちゃくちゃ面白い、なんか、歴史ドラマだな。そう。僕もそういう気持ち、今だった。なんか、初め結構、うん、あの辺時代好きだったんで、真面目に見てたんですけど、これ楽しく見ようと。うん。じゃ結構楽しくて。いや、だって、次どんなことやるんだろうと思って。例えば、その、分かってる点で言うとね、佐々木蔵之介と、まあ、真宙が結婚するのは、もう分かってる、点じゃないですか。はい、今の関係、これまでのね、関係で、この二人どうやって結婚するんだろうみたいなのが、逆にその点を知ってるからこそ、こうなんか、この先の展開がこう気になってしょうがないというか。うんうんうん、で、もちろんその最終的に源氏物語を書くっていうのもこう一つの点じゃないですか。で、前に先生が、その、まあ、あれだけのものを書くには、その、スポンサーというかね、パトロンがいないと、紙の、そうそうそう、まあ、用意だけでも、大変なのでっていう話をされてましたけど、そこで、まあ、道長がどう出てくるのかみたいなことも含めて、なんか、非常に楽しみなね、ドラマです。うん。あ、橋場四天王、書いてくれてますね、年も。あ、よかった、これ、うん、よかった。うん、
後ろの、なんか、戸田さんと宮田さんは僕は全然知らなかった。その、ニコダと尾藤は、戦国の漫画で知ってましたけどね。逆に言うと、本当に秀吉っていうのは、もう本当になんか、こう、人材コレクターというか、もうどんどん手当たり次第に登用して、うん、で、使える使えないみたいな、この間引きも激しかったみたいなことがよくわかります。で、まあ、それは、いい悪いじゃなくて、だから秀吉の置かれた境遇というかポジションが急速に変わっていくので、その時必要な人材っていうのが、もう全然もう様変わりしちゃって、昨日まで重要だったやつが今日いらないみたいなことが多分あるんですよ。だからベンチャー企業がこう一部上場まで成り上がっていく時に、創業期のメンバーなんてもう全然残ってないみたいなことは多分普通にあることなんで、だからそういう、もう本当に立身出世の人なんで、まあ、そういうことなんでしょうね。はい。じゃあまあいい感じの時間になってきたので、まあ最後のお話としては、まあ、もう来週、再来週かなぐらいにも、近づいてきましたけれども、4月6日が、工場団の10周年の、まあ、記念日に当たります。なので、それは土曜日なんですけれども、午後、今の13時をスタート予定でいます。13時ぐらいから、まあ、僕が一人で、まあ、記念ライブというかね、をやろうと思ってます。で、今、皆さんに、10周年記念アンケートをお願いしているので、まあ、そこで、質問とか、要望とかを書いてもらってるんで、まあ、それを、全部、基本全部、まあ、答えようのないやつは、答えようがありませんって言うしかないんですけど、まあ、基本全部、まあ、なんだかちゃんとコメントを返しながら、読み上げていこうかなと思ってます。で、10周年のお祝いメッセージは、10周年記念サイトを今年も作るので、まあ、そっちの方に掲載する予定です。で、夜は、19時から、まあ、いつも通りというか、もともと、2年前の、この8周年の記念の時に確かオンライン表示を始めた記憶があるので、まあ、そこからだから2年ずっと毎月やってるんですけど、まあ、来月も、普通に6日なので、夜は19時からズームでオンライン表示をやります。なので、その時に、その生配信が終わってんのか終わってないのかもちょっと、そうか、そういう話なんですけど、もし終わってなければ、勝手にみんなズームに入ってですね、で、僕は、YouTube が終わり次第、参加するようにするので、まあ一応19時から、ズームは入れるっていう感じです。なので、まあ、まあね、まあ、もしかしたらもうお花見のね、いい時期かもしれないので、桜の写真を撮りに行っちゃう人もいるかもしれないんですけども、まあ家にいるという方はですね、ぜひ、お昼から、YouTube を見ていただけると嬉しいです。そうですね。今、年の子さんが二次会って書いてくる。まあ、二次会になるように。まあ、だから、19時までに終わったら、ちゃんと二次会だし、終わんなかったらどうするんですか？だから僕は終わり次第、ズームに入る。勝手にみんながズームで。だから先生、ズーム入れるんだったら、先生が、こう、仕切りで。いやいや、これ、終わらせてください。でも、一応、当日は僕も、まずずっとライブ配信見てから、ズーム行く予定なんで。はい。はい、ズームに入っていただければと思います。で、一個だけフォローする。さっきのその、戸田さんは、うん、大須の上司になってます。で、彼が、亡くなった後に、京都波乱領事になって、って感じなんで、大須上司を一瞬ちょっとやってます。ああ、なるほど、はい。なるほどね。そこで覚えてました。うん。確認してもらってました。はい、そんな感じで、はい。今日も盛りだくさんで。はい、2時間ぐらいで、ね。ってますね。うん、喋ってましたけども。はい、なんか一緒にやるのも楽しいです。いつも電波の向こうでやってますけど。いや、別に、ライブは、今、青内さんが、来てくれて、遅れるかも。ぜひ、アーカイブ、まあ、2時間ぐらいあるんですけど、見ていただければと思います。ありがとうございます。別に、収録は別にこの、構図でやってるから、うん、別に僕は毎月のライブは、今日は全然別々でオンラインでもいいんですけど。なんかでもたまに新鮮でした、僕は。はい。あ、先生もともとライブ好きですもんね。このコメントをもらえるのが。はい、楽しい。うん。なんかまあ、いいですよね。でまあ、ありがたいことにね、もうだんだんこうやって、同時でね、見てくれる人。今日もそういろんなことも教えてもらって、勉強になって、すごい楽しいです。うん。
構なんかインタラクションがあるのが、はい、楽しいです。ライブのいいところなので。普段一人でこうやって本読んだり原稿書いたり読んだりしてるんで、うん、この時間すごい楽しみです。はい。じゃあまた、まあ、来月もね、月末、何日だったかちょっと忘れたんですけども、4月の、29が月曜日なので、29日にまた、定期ライブを、やります。で、6日は、まあ、さっき言ったみたいに、10周年記念ライブを午後からやって、19時から、いつものオンライン表情を、やりますので、まあ、それを、参加できる方はですね、ぜひ参加していただければ、いつも参加します。嬉しいです。じゃあ、そんな感じで今日は、大体、話す内容としては言ったかな、はい、確認しました。大丈夫です。はい。じゃあまた、今月は、まあ、冒頭お話ししたように、工場団の使い方コーナーが、多分3ヶ月ぐらい連続でお休みしてるんですけど、まだ、まあ、来月か再来月ぐらい、またね、先生に工場団の使い方を知ってもらうためにも、やりたいと思いますし、まあ今日もいろいろその、まあ、機能面でね、考えてる、その、お休みの情報だったり、その、旅行の計画を立てるためのね、なんかその、まあ、機能だったり、ま、いろいろ考えてるのは、少し、ご紹介したので、まあ、多分10周年の記念ライブの時にも、いろんな要望が書いてあるので、まあ、今、さっき、数えた90人ぐらいがもう、コメントかメッセージかなんか、その、書いてくれてたので、まあ、多分、当日取り上げるのが多分、まあ、70件とか80件とかありそうなので、まあ、その中には、一応考えてはいるんだけど、まだちょっと時期ではないので、みたいなことも、まあ、いくつかあるかなと、今見ててね、思います。で、まあ、そういうその、今後計画してますよ、みたいなお話も、できたらいいなと思いますし、で、まあ、それはちょっとなるはやで対応します、みたいなことも、まあ、もしかしたらあるかもしれないし、まあ、なんかいろいろ、まあ、表には出してないんだけど、まあ、結構いろいろ考えてることはあるので、そういうのも、まあ、紹介できたらいいかなと。よくよくのイベントページも面白かったですし、またいろいろと教えてそうですね。まあ、イベントの参加履歴のページなんかね、はい、これ面白い。どんどん充実、まあ、勝手に充実していくというか、はい、その、もう仕組みの中に取り込んだので、白旅が開催されたり、まあ、団員総会が開催されるたびに、あそこにこう、一行ね、追加されていくので、はい、ああいうので、参加しようと思う、なんか背中を、ちょっとでも押せたらいいなって、あそこがずっと真っ白よりかは、はい、なんかね、こう、充実した方が楽しいので、ね、いい背中が増えていくと楽しい。うん、それでなんか、参加してみよう。まあ、今回の、厳島のやつも初参加の人が、いたので、うんうん、で、まあそうやってなんか、白旅やっていけば、もちろん何回も参加してくれる人は、それはそれで僕はめちゃくちゃありがたいし嬉しいんだけど、まあ同時に新しく初めてね、参加してくれる人が、まあそうやってその両方がね、ずっと参加してくれる人がいて、新しく参加して、まあ大総会もそうですけど、うん、そうやってなんか輪が広がっていくのが一番いいことなので、全部入れ替わっちゃうと、豊臣政権みたいにどんどん、なんかリフレッシュしすぎは良くないことなので、ちゃんと、残ってくれる人は残ってもらいつつ、どんどん増えていくっていうのがいいと思う。うん、これ見てると、僕だからコロナの直前のまだ京都であった勉強から初めて参加してるんですよ。うん。それは僕イベント初参加した。ああ、なるほどね。まあ、一応イベント、そうですね。あの勉強会が初参加した。うん、そうかもしれないですね。はい。あ、タプローさんがね、参加してもらえるのが、まあ本当に嬉しい。まあこうやってなんか、主催する人たち、うん、まあ、幹事をね、こうやってやってくれる人たちが増えていくことも、なんかすごくいいことで、その工場団との関わり方っていうのが、うん、イベントに参加するだけじゃなくて、うん、イベントを主催するっていうのが、新しくできたっていうのが、この、まあ、白旅の一つ、取り組みかなと思うので、うん、まあ、今はね、その参加履歴なんだけど、まあ、そのうちなんか主催履歴っていうやつも、作れるかもしれないので、まあそういう意味でも、まあいろいろみんなに主催してもらって、参加してもらってっていうのがいいかなと思っております。はい。じゃあそんな感じで、まあ今日はね、終わりにしようかなと、思います。じゃあ、皆さん、長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。また次回は、
2週間ぐらい経っての4月6日になると思うんですけども、まあ、その後も、まあ、いろんな番組は撮っていきますので、引き続き、工場団テレビをよろしくお願いいたします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。おやすみなさーい。